はい、えー、それでは講義始めます、えっと、合格答案作成講座の刑法第1回の講義を始めます担当講師の反町ですよろしくお願いしますで、えー、と今日第1回ということなんですけど皆さんちょっとお手元にある配布物確認していただいて、えー、とまず問題集が手元にありますかね でえっと、その問題集を使って、えっと、この講座では基本的に解説をしていくというふうに進めますけれども、えっと、刑事系科目については、えっと、それとは別に判例集を出してもらってます適宜その判例集で判例を確認しながら進めていきたいので、えっと、この講義に持ってきていただく持参毎回持参していただくものとしてはその問題集と 判例集。これは必須で毎回使います。で、あと、ま、6本ですかね。えー、基本的には。で、まあ、それがあれば持ってきていただくものとしては大丈夫です。で、えー、講義の進め方ですけれども、あの、まあ、問題集ちょっと見て、えー、目を通していただきましたかね。これ、あの、基本的に問題、説問があって、 それに対する答案が載ってるという形なので、まあこれを順を追って解説していくっていう進め方を、あの、これからね、していきますけれども、え、やはりですね、重要なのは、まあ復習かなというふうに思ってます。えっと、講義で、え、問題のポイントとね、え、あと、この答案について、あの、まあここで実際添削を入れるような形で、 答案について解説をしていきますのでそれを踏まえて実際に復習の時にもう一度自分で答案構成した上で、までこの問題全部ここに問題集に入っている問題を全部ですね自分でこう答案作って答案を作成するということを全問題やるというのはかなりそれは時間もかかるし難しいとは思いますけれども少なくとも答案構成ですね。 刑法であれば、えーと、誰についての何罪の成否を検討して、えーまあ、順番としてはこの順番で検討していくよみたいな、簡単な答案構成ですね。えー、それはあの全問題について完成させていくっていうような形を、まあ、あの主に復習に力を入れる形でやっていっていただきたいなと。 で予習としてはです、ねまあ、あの全部、答案をこれあらかじめ予習で書いてきてくださいというやり方が一番スパルタのやり方としてあり得るんですけれども、えー、あまりそれは効率的ではないなというふうふに思っているので、えー、と皆さんは、ざっと、まあ、これ1回につき多分、えー、計算上は1回につき9問。 から十問ぐらい進むことになるんだと思うんだけれども、その回で扱う内容の問題についてえあらかじめまあ目を通してきていただいて、でえざっと答案構成ですね、何材を検討するか。 その何罪の検討の中で何をどの順番で検討するかぐらいをざっと答案構成を作ってきていただいた上えでご自分の答案構成と今、ここでこれから講義で解説されるその答案の構成とどこが違うのかということを見ながら修正しながら話を聞くと講義を聞くという形で学習の効率としては上がるんじゃないかなと。 全部、答案を1から10まで全部作ってくるというやり方の予習をすると、もう時間が切りがないと思いますので、あの学習の効率という意味では、予習で答案構成をしていただくと、で講義を受けていただいて、復習でその答案構成を完成させていただくという形ですね。 でえーとまあ、ただ単に問題解説して、答案解説してっていうだけでこの講義が進んでいくと、あの物足りないっていうか、あんまり意味ないので、あの適宜ね、あのその判例集を刑事系では配っているというのは、まあ、あの判例に立ち返って、判例の解説とかをしながら、ですね、えー、判,例に対す判例に対する理解であるとか、射程であるとかっていうところをきちんと捉えながら、えー、問題を見ていくというやり方を、まあ、この講義の中ではしたいと思いますので。 えー、まあ、あの、刑事系科目は私が担当することになりましたので、まあ、必ずしもだから他の科目とやり方が統一されてない可能性はありますけれども、えー、一応刑事系についてはそういうやり方で進めていくことが、あの、一番効率が、あの、いいかなというふうに思ってますので、えー、まあ、やってみて、えー、どうかですね。で、途中でまたこういうような方法がより効率が高いぞっていうようなのがあれば、またプレゼンはしてみようと思いますけれども、当面はそういうふうに進めていこうと思います。はい。 で、えー、まあ、あの、この講座は、あの、当案作成講座というものですので、えー、ちょうどだから、入門講座で法律の基本知識を一通り学習したことを前提に、えー、より実践的なね、最終的な予備試験であるとか、司法試験であるとかっていう、まあ、いわゆる上級講座に位置づけられる最後の出口のところにある講座との橋渡しということで、えー、まあ、中級講座とかって言ったりしますけれども、より実践、あの、入門講座の、 え、内容を踏まえた、より実践的な解説と。で、最終的な、答案練習に、と、つなげていくというような、位置づけの講座です。なので、ま、あの、役割としては、だから、当案の書き方を学ぶっていう方もあるし、あの、もう一度基本をきちんとしっかりと理解するっていうね、あの、インプットとアウトプット両方の役割が、この講座にはあるんだというふうに思いますので。ま、あの、だから、あの、半列集配ったりとかね、してるんですけど。 さてで、まあ、実際にちょっと進めてみてどういう感じかっていうところを、ねえー、体験してもらう、まあ、今日は1回目なのでそんなに無理して、えー、進まないようにしますけれども早速、第1問から進めていきましょうまず、えー、と問題集の第1問見てください、えー、とプレゼンターには基本的に、えー、とこの問題と,、えー、と答案を移していきます。 で移していくんだけどその時に少しこう色をあらかじめ色をつけてますで、えー、この色をつけてるところの趣旨をちょっと説明しておきますけどとまずですね問題を分析するときに刑法で重要なのはですねあの刑法は基本的に誰々、えー、の在籍を論じなさいがあの問題文のリクエストですので、えー、在籍の検討が刑法で求められることですで問題文を分析していくときに重要なのは 人の在籍の検討対象というのは人間の行為ですねですから問題文の中で犯罪の成否が問題となりうる人の行為をピックアップしていくとだからこの黄色で線を引いてあるのは基本的に問題とな犯罪の成否が問題となりうるような行為をマーカーで黄色でピックアップしている。 で行為に着目して問題文を読んでいくということがまず基本かなと思います。で、第1問、あ,あとそうだ、えーと、一応ですね、ざっと復習のときのメリハリ付けにという意味で、えー、説問ごとにね、重要度をランク付けしていこうというふうに思います。な,なので、これあの、毎回毎回メモを入れていこうと思いますので、例えば第1問であれば、えー、いきなりですけど、A ランク入れます。A ランク。 <laughs> で、ちょっと見ていきますよ、こ、え、う、ー、は深夜の繁華街で車を運転していたところ、あ、これ、ランクは ABC ね、3段階ね、ABC の A ランクということです、こうは深夜の繁華街で車を運転していたところ、前方不注意により X をはねてしまったって、ここで1つ行為が出てくるので、チェック入れようかなと。で、えー もう一つ着目ポイント、問題文を読んでいくときにね、もう一つ着目ポイントは、やはり主観面ですね。不注意によりとなっているので、ここは過失なんだなということを示してます。ちょっと、まあ、過失とかってメモ入れておきますけど。特に主観面に着目してほしいのは、殺意のときね、殺人を 殺人の検討を求めるときっていうのは主観面で殺意を示す事情が出てくるので、えー、そこを拾うとあこの問題は殺人を検討させようとしてるんだっていう目印ですので、ね、なので、まあ、特に殺意のところだけれども主観面にちょっと注意しながら問題を見ていくコウは車から降りて様子を見に行ったが X が血を大量に流しているのを見て怖くなり死んでも構わないと思ってそのまま逃げてしまっ はい、でここはあ逃げてしまったとっいうところで人間の行為が出てきているまたあと黄色でマークを引いてますけれどもこの、ね、死んでも構わないと思って,てここですよねここが主観面で、えー、構わないと思ってですからこれが、えー、死んでも構わない、任用ですよね、任用死亡結果に対する任用、えー、これを密室の行為。 あるいは密室の殺意を示す事情ですよね、密室の行為、密室の殺意を持って逃げてしまう、はい、ここで殺人の検討を求めているんだなということがわかりますね。 その30分後、現場付近に住んでいたオツが X を発見し、車で病院まで連れて行こうと思い、自宅のガレージまで X を背負って帰った。しかし、オツはガレージ内で X の顔をしっかり見たところ、X がかねてから恨みのある人物であることに気づいたため、このまま死んでも構わない。 から放っておこうと考えて、そのままガレージに放置して、また放置なんですね。えー、ここでも死んでも構わないから放っておこうと同じですね、さっきと密の行為を示す事情が出てきてます。だからやっぱり殺人で検討するんだろうなっていう目印ですね。えー、ちなみにこれ、行為者が変わっているので、行為者もメモ入れとくと、3行目の方は行の行為か。丸行にしときます。で、えー、今のこっちのガレージに放置の方は、乙の行為ですか。 オツとメモ入れておきますけど、ね、<laughs> その結果、明け方ック X は大量出,出血ようで死亡したがを病オツが X を病院に運んでいれば確実に助かった、はい、この事情ですね、これって何の事情なんだろうと確実に助かった場合とこ,こ,のこの事情の位置づけがちょっと問題になりそうだなとかっていうふうにメモ入れておきますけど。 はい、で一応、これがざっと問題文の分析という感じですね、で、答案見てみます。4ページ。 まあちょっと今日、ペース配分がどうなのかっていう、第1回目なんでね、そんなに焦らずにやろうと思いますけれども。えさあじゃあ見てみましょう。まず、甲の在籍からですね。殺人罪の成否とあります。え甲は死んでも構わないと思って放置しているため、殺人罪が成立しない。はい、死んでも構わないと思って、これ先ほどの、え密室の行為 を示してますだから、結局ね、客観的に同じ行為でも、殺意を持ってやってるかどうかで、例えば傷害致死なのか殺人なのかが分かれるし、例えば必要な救助をしないっていう不作為であっても、殺意があれば殺人罪で検討しますけど、殺意がなければ保護責任者遺棄とかで検討すると。主観面の事情がどの構成要件で検討するかを分けてくるので、ここを指摘しているということになりますね。だからここでは殺人罪を検討するんだよと。 あの答案の書き方でこれも1つ注意なんですけどあの主観面っていうのは基本的に客観面の後ですよね客観面を認定だから客観的な公正要件該当性を認定した後に主観面の故意を認定するから答案であの認定される位置は客観面の後後ろに主観面の方が後になるんだけれどもただ殺人の場合はちょっと特殊でね殺人の場合は え検討する順番として頭の中では先に主観面を検討しないと、どうして殺人罪を検討するのかっていうのがわからないわけです。だから客観的には同じだから、さっきも言ったように。えー、客観的には同じ行為行為で人を死なせたっていう行為があった時にね。 それが障害致死の実行行為なのか、保護責任者遺棄致死の実行行為なのか、殺人の実行行為なのかと。かまずどこの箱に入れるのかっていうのを選別する段階で殺意があるかないかを検討しているという話になるので、頭の中では殺意の検討が先なんですよ。各順番というか認定する順番は後ろになるけれども。えー、それもちょっと殺人罪の場合の特殊性なので、ちょっと知っておくといいかなと。で、えー、検討する順番としてはまず実行行為からってことになりますね。 カッ2番、実行行為は結果発生の、犯罪の結果発生の現実的危険性を有する行為である。えっとね、これ、え答案の方は、えまあ問題の所在を黄色でマーク引いて、で、えいわゆる規範的な部分は赤に色を変えてあるという感じにしてあります。まあ一応参考にしてください。そんなに深い意味はないですけれども、問題の所在について黄色で引いて、赤で、 えー、規範を色、色、えー、色塗ってあるとで。たまに青が登場するけど、青は、ちょっとね、えー、まあ、反対説というか、あまり、賛成できない考え方が出てきたときは、青にしてありますので。<laughs> まあそんな感じで見ていきましょう。はい。不作為によっても結果性生の危険性を生じさせることはできる。はい 最も自由保障の観点から不作為による実行行為性が認められる範囲を限定するまあこの辺の論述はこれでいいんですけどえ要するに問題なのはどういう事情があるときに不作為を実行行為と評価できるのかとえその要件基礎づけ事情っていうことですよねはいそこで早速判例の考え方を見てみることにしましょうえっと判例で言うと総論えっと判例集総論と格論でおそらく分かれてるんだよね えー、総論刑法1の方か、4ページ、はいえー、いわゆる最高裁のこれ、シャクティ事件と言われる判例が載ってます、4ページ。 で、決してみてください。被告人は事故の責めに帰すべき自由により、患者の生命に具体的な危険を生じさせたと。これが一個重要な事情ですね。えー、事故の責めに帰すべき自由っていうのはあ、よく本とかで書いてある言葉に直すと。先行行為事故、事故の先行行為という意味ですね。事故の責めに帰すべき自由。 はい。で、一つポイントを指摘しておきます。事故の責めに期すべき自由があるから作為義務があると言ってるわけじゃないんです、この判例は。事故の責めに期すべき自由によって、生命に具体的な危険を生じさせたから作為義務があると言ってる。ここが重要なんですよ。えっとね、皆さんの答案を見ると、先行行為をした。 っていう指摘をしてるだけ先行行為をしたしたてるだから作為義務があるこういう論理展開になっている答案が多いですで,でも、行行をしただけで,何で作為義務が発生するのかというのはそれだけじゃ実は分からないんですねなぜ作為義務が発生するのかというとあなたの行為によって今極めて具体的な切迫した危険が生じてるんだよと、えー、今ね殺人の実行行為を認定してるからこれいわば当たり前の話なんですよあの生命侵害の危険がなければ殺人の実行行為のはずないじゃないですか で、通常実行行為は何ですかと聞かれると、それは生命侵害の具体的な危険がある行為ですっていうのは、それは結構みんな誰でも答えられるんだけど、不作為の認定になると、えっ、ー、と、なぜかですね、途端にこの危険性、具体的な危険を生じさせているかどうかって、この視点が飛んじゃう答案が多いですね。かここが欠けてると非常に光る答案です。宣、ね、告をしたって書いてあるだけじゃダメで、宣告をすることによって、 それによって、えー、生命に対する危険が今非常に切迫した状況になっていると具体的な危険になっているとこの状況で初めて作為義務が発生するとこれ前提状況なんですよねその作為義務が発生するもともとだから、えー、199条は禁止規範ですよ、ね、人を殺すなという禁止の規範ですから、えー、それがね人を助けろ人の命を守れという命令 の規範に転化するわけですで。その禁止が命令に転化するのはもうこういう極限的な場面ってことね。もう目の前で人が今死にそう、ほっとくともうすぐ死んじゃうと。そういう状況になって初めて命令になると。規範が。だからあなたの先行行為によって今こんなとてつもない状況が今起こってるんだよって、この認定をすることが重要。で、あともう一個ありますね。えー、重篤な患者に対する手当を全面的に委ねられた立場。 これがもう一個指摘すするポイントですいわゆる排他的支配と言ったりしますね支配領域性とか排他的支配結果を防止することができるのは今あなたしかいないそういう認定ですだから殺人の実行行為を今認定しようとしてるから生命に対する 差し迫った危険が発生していることを前提に、そのきっかけを作った、あるいはその危険に寄与したのはあなた自身だし、その結果を防止することができるのもあなたしかいない。こういうシチュエーションがあると作為義務が発生する。そういう考え方ですね。はい。で、もう一つポイントを指摘しておきます。 皆さん、あの、不作為で作為義務を書くと、大体当案で、えー、救助義務とかね、保護義務とか、作為義務とか、だいたい漢字4文字で義務を認定するんですよ。えー、しかしね、それだとね、やっぱりダメです。不十分。必ず義務には内容があるから、ここね、ここもチェック入れておきます。直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務。 義務の内容は具体的に特定しなきゃだです不作為の場合実行行為は義務違反だから義務の内容を特定しないと結局実行行為を特定したことにならないんですよ救助義務って書いちゃうと何をして救助する義務なのかがわからない例えば危険な状況になっている人が目の前にいるとして「あなたには救助義務があります」って言うとすると。 で救助義務があるのか、じゃあ分かりました、ちょっとじゃドラッグストア行って、あの薬買ってきて、手当てして、ね、えーまあ、ちょっと手当てしておきますよと。まあ、私、救助義務を果たしましたと、ねえー。そういうふうになりかねないですね。救助義務だと結局何をすることが義務なのか特定されてないから、なんか救助っぽいことしたらそれで義務違反ないじゃんっていう話になりかねない。だそれは結局実行行為が特定されてなかったって話になるんですよ。でもところが判例は、医療措置を受けさせる義務っていうふうに認定してますから、 あなた自身がドラッグストア行って、あの、なんか薬買ってきて手当てするだけじゃダメなんだよ、ということになりますよね。必要な医療措置を受けさせる義務だから、えー、病院に連れて行くとかね、そういうことをする義務、ねえー、そういう内容を、具体的な内容を持った義務が認定されてるから、だから実行行為が特定されるってことなんです。えー、すなわち実行行為とは、病院に連れて行かなかった行為、えー、あるいは医療措置を受けさせなかった行為、これが実行行為になるわけでしょ。 え、不作為において実行行為を特定するためには義務の内容を具体的に認定する必要があると。これも答案で一つポイントです。だから、あの、漢字四文字で書かないでください。義務をね。それだと内容がわかんないから。はい。あの、一応その下にさ、えっ、ー、と、東京地裁の方もあるから、これも見とくか。東京地裁八王子市。ちょっと文字がちっちゃいんだけど。同じような認定ですよ、判例の認定は。え、さっと見ますよ。 まず、ここね。えー、事故の行為により死亡させる切迫した危険を生じさせたもの。はい。これ、先ほどの、えー、尺事件でも認定されてたよね。事故の責めに帰すべき自由により具体的な危険を生じさせたと対応してます。事故の行為により、せ、死亡させる切迫した危険を生じさせた。あと次。救助を引き受けた上、支配領域に置いていた。 はい。排他的支配とか支配領域性だとかっていう事情です、ね、で、あともう一つ。医師による治療を受けさせることが格別困難であったと認められる事情も存しない。これは、作為の可能性容易性というやつですね。作為に出ることができたんでしょうと。と、えー、医者に連れて行くことはできたでしょうと。と はい。これらの事情を総合すると、どんな作為義務があるっていうんですか。はい。義務の内容を特定してください。ここか。総称の悪化を防止し、その生命を維持するため、医師による治療を受けさせる法的作為義務。ここまでですね。作為義務。 だから、なんか自分でこう消毒してあげて、ちょっと怪我の手当てしてあげるとか、そういうことをしたって、あの、義務違反なんだよと。病院に連れて行って医師に治療を受けさせない限りは義務違反になっちゃうんだよということですね。ここでの実行行為は、病院に連れて行かなかったこと、医療措置を受けさせなかったことが義務違反、実行行為ということになります。 はいでこれがえと判例の作為義務の認定の仕方だし、不審、政不作為犯の殺人罪におけるう重要なポイントということになりますね、ちょっと番書でまとめました。 はい。えー、不作為による殺人の実行行為性ですけれどもお、作為義務の認定が最も重要なポイントです。で、この作為義務っていうのはさっき言ったように、抽象的な保護義務とか救助義務って書いちゃダメで、何かをす、ね、具体的な内容を持ってる。何かをするべき義務と。ね、何かをするべき義務って特定することによって、それをしなかったことが実行行為という形で特定できると。で、この義務を導き出す事情として判例が指摘している、認定している事情というのは、 先行行為による具体的な危険の喪失、まあ、先行行為の存在じゃないんです先行行為によって危険を発生させたとこの事情なんですねだから先行行為の存在を指摘するだけじゃダメだよっていうのはさっきの話でもう一つ事実上の引き受けなどによる排他的支配の設定え原因を作ったものそして結果をコントロールできたものこの2つの要素が揃うと義務が発生するということですね で、プラス作為の可能性容易性と。まあ、およそ作為に出ることが不可能で困難であれば義務は発生しないだろうと。え、あるいは義務違反だという評価はできなくなるということですね。法は不可能を強制しないということです。はい。この辺の事情というのが判例が認定している事情になりますね。 そっかこれ、版書は配布できるんでしたっけ <laughs> えっと、まあ、ちょっとメモを取る時間が間に合わないという人のために、なんとかしないといけないか、ちょっとそこを考えます。<laughs> とりあえず、講義先進みますよ。えっ、ー、とで、そこで、えーと、4ページ、答案、続き見てください。 赤で規範書いてあります。作為義務の有無、えー、丸一番。丸二番、作為の可能性要易性を考慮し、えー、作為と構成要件的に同価値と認められる不作為に自己構成が認められるとで。作為義務の有無は、法令、契約、事務管理、排他的,的支配、社会、社会継続的、保護関係等の事情を総合して判断する。まあ、えっ、ー、と、この作為義務の、 根拠として判例は、その先ほど言った先行行為による具体的な危険の喪失と。こういう事情も考慮してましたよね。それをそこに書いてもいいと思います。排他的支配とかは書いてあるけれども、先行行為による生命に対する具体的な危険を発生させたと。この事情を捕まえてましたからね。 ちょっと画面はこっちに復帰しちゃいます。はい。で、えー、当てはめ見ていきます。えー、本文では、え、こうは車に乗っていたため、えー、X を救護することは、あ、易かつ可能であった。まあ、作為の可能性容易性から先に指摘してますけれども。えー、そして、えー、しかし、えー、こうが X を放置したのは繁華街という深夜で、人通りのある場所。うん。まあ、 繁華街という深夜で人通りがある場所だとあのこの辺はね事実に対する評価をしているところですねそうすると排他的支配を設定しているとは言えないっていう認定になってますね助けられる人他にもいっぱいいるんだからあなたのせいで死んだとは言えないでしょうと 確かに判例は、ね、あなたしか助けられる人がいないんだっていう、この極限状態で、作為義務を課してましたから、このシチュエーションではやっぱり作為義務発生しないという理解でいいと思います。 あと、ま、先行行為のね、存在は指摘したいですけどね。え自分で衝突事故を起こして危険を生じさせてるんだから、そこは指摘しなきゃダメだと思いますけどね。こう、排他的支配だけでもう切っちゃってるけど、ただ、X はやっぱ先行行為で衝突事故を起こして危険大量出血させて、あの、危険を発生させてるわけだから、そこは指摘してくださいね。そこをスルーしてるけど、この答案。で、 先行行為によって危険は発生させたんだけど、他方でね、排他的支配を設定したとまでは言えないから、結論として義務は生じないよと。まあ、この認定自体はそれでいいですけれども。で、あと、まあ、えー、法令上の義務っていうのも一つ参考にはなるからね、作為義務の発生根拠と、まあ、判例はあんまり法令の根拠を上げないけれども、法令上の根拠として、あの、交通事故を起こして人身事故を起こした場合は、あの、道交法上のね、救護義務、 というのがあります。え、だから、あの、事故を起こして怪我させて、そのまま立ち去ると、それ自体が犯罪。ひき逃げね。いわゆるひき逃げ。それ自体が犯罪ですね。救護義務違反。え、道交法違反になります。道交法の72条ですかね。え、もちろんだから、道交法の上の救護義務があるから、直、 刑法上の殺人罪における作為義務があるって、そイコールではないよ、もちろん。ただ、一つの参考資料として、そういう法令上の地位っていうのも参考になったりしますので、そこを指摘してもいいかもしれない。結論として義務はないってことでいいですけれども。はい。ということで、殺人罪は成立しないと。で、そうすると、次は、じゃ過失運転致死だと。ね、その衝突事故の方の在籍を問うぞと。 えー、過失運、まあ、えっ、ー、と、ご存知の通りですね、2、3年前だったかな。えっ、ー、と、刑法の中にあった、その自動車運転過失致死傷罪という、刑法の中にあったんですけど、それが特別法に繰り抜かれてね、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律で、特別法に、えー、繰り抜かれて移動しました。それに伴って、この自動車事故で相手を怪我させるっていう犯罪は、刑法の中からはなくなりましたね。 今この自動車運転行為処罰法と、こちらにあります。で、罪名としては過失運転致死傷罪と。え、これが罪名になりますね。はい。で、ま、前方不注意で X を跳ねたから過失があるぞと、車の運、え、自動車の運転上必要な注意を怠ったとえ、これ、過失ですね、過失。 で、過失の実行行為によって、えー、死亡してると。あ,あ、えー、過失の実行行為によってって書いちゃダメか。よってって書くと因果関係認定したことになっちゃうから。過失の実行行為があって、その後死亡してると。X は死亡してると、ねえー。確かに衝突事故があってその後 X は死亡してるんだ。ところが X が死亡するまでの間にオツがガレージに放置したというね、えー、こういう他人の行為が介在してるから、そこで問題の所在。 項の行為と X の死亡との間に因果関係が認められるかが問題と、はい。で、えーと、この黄色のところを見ておきますけど、えー、因果関係の損否は、えー、規範、実行行為の危険性が結果へと現実化したかという観点から判断する。 えといわゆる「危険の現実化説」という規範です。で、えー、と因果関係の分析についてはまた別の問題で詳しくやろうと思うので、えー、とこの問題ではさらっとした解説にとどめておくけど、えー、と危険の現実化っていうのはね実行行為の危険が 結果と現実化したかこれはいいんだけど、結局これをどういう視点で判断するのっていう、そこがないと判断できないので、危険が現実化したっていうだけだと何も判断できないので、えこのね、いわゆる二次規範というか、どういう視点からこれは危険が現実化したかを判断するのかっていうことを述べられるといいと思います。ですなわちこれはだから、海在事情の評価の視点ってことだけど、えー、海在事情をどういう視点から評価するのかっていう話ですけど、 でよく言われるのは、えー、開催事情の異常性。開催事情の異常性という視点と、開在事情が結果に寄与した寄与度。この2つの視点だと。開在,在事情の異常性と、開在事情結果に寄与した寄与度。 まあこの判断基準を示して判断した方がいいと思いますね。はい、で、えー、当てはめ見てみましょうか、これちょっと問題あるな、本件は、オツが X をガレージに放置せず病院に運んでいれば確実に助かった場合である、そうすると、X が、ごめんなさい、コが X をはねた行為は、人の死亡という結果を招く危険性のある行為とはいえ、 うん、これはちょっとさすがに罰だな。これさすすすすがにこれ罰ででつけます死因は何ですかあの現実に人の死亡結果をもたらしている行為について人の死亡結果を招く危険があるとは言えないというこれはさすがにあのこういう評価は間違いだよ。 出血多量で死亡しているわけでその出血多量の原因は交通事故にあることは明らかですから当然交通事故は人の死亡を招く危険はありますよある行為ですよだ問題はその危険が現実化した形で死亡結果が発生したかどうかっていう話だから,だからそもそもだから人の死亡結果を引き起こすような危険がある行為だからこそ実行行為なわけで危険がないって言っちゃうのは間違いですね えー、ところが、介在事情によって、その元々の行為の危険が結果こう現実化する過程を、介在事情によって、こう、シャットアウトされて、介在事情の方から結果が発生した場合になっちゃってないかっていうのは、ここで判断する話だから、そもそもの実行行為にはそんな危険がなかったっていう話をしちゃうのは誤りでしょうね。死因がそれだから。えー、ここで、 オツが X を自宅のガレージまで運び放置したという事情は、この行為の危険判断にあたり考慮しない。なぜなら、オツの行為は、こうの X を跳ねる行為により誘発されたものではないか。ここの評価はこれでいいと思います。要は、オツの行為っていうのが介在事情ですよね、今回。 オツのオツが放置した行為っていうのが介在事情としてあって、それで発生、死亡結果が発生してるけど、その行為を X の元々の実行行為が誘発したというふうに言えるんだったら、それはね、オツの行為を誘発して結果に実現、現実化したっていう形で危険の現実化が肯定できるんだけど、今回はでも誘発されたっていう関係ではないよと、この指摘はこれでいいと思います。 えー、ポイントをちょっと、もう先出しで、えー、因果関係はまた後で詳しく説明しようと思ってるんだけど、先出しでポイントを言っとくと、誘発されていない、開催事情が実行行為に誘発されていない。あるいは実行行為に起因して、開催事情が発生したわけではない。あるいは開催事情は実行行為に影響を受けていない。とか、えー、今全部同じ意味の言葉言いましたけど、 実行行為が開催事情を発生させたわけではないときに、このときに、開催事情は異常だという評価をします。異常性が高いと。さっきのメルクマールに合わせるとね、異常性が高いという評価をします。実行行為によってもたらされた開催事情じゃなければ、それは異常な開催事情だと、えー。そういうふうに、 評価ししたりします、ね、誘発されてないと非常に今回の介在事情の異常性は高いぞとところが度はどうですかね度先ほども言ったように死因は何ですか今回死因は衝突事故による出血多量なわけですよねそもそもの死因を実行行為が形成した場合 判例は因果関係を肯定します。だから、異常、確かにオツの行為、介在事情は異常性高いけど、しかし、清度は、ね、元々の行の実行行為で形成された死因を変えるほどの影響力はないんですよ。そもそも不作為だから。不作為って因果に影響を及ぼさない。っていうのが不作為ですから、死因は変わるわけないんだよね。ほっといたらそのままの死因でそのまま死ぬっていう話だから。 だオツの開催、オツの行為の介在事情は不作為であるという点が本文のポイントでね、えー、ちょっとそこの評価の仕方、あれあれれれれあ、裏か。裏でしたね。はい。うん。ちょっとここでさ、結局因果関係は認められないって言っちゃってますけど、この結論は逆だと思います。判例の考え方に照らすとね、死因が変更されてませんから。 えだから一言だけメモを入れておくと、介在事情は不作為。ってことは、器用度は低いんですよ。器用度は低いだって、死因変わってないじゃん。 出血多量で死んだんでしょその出血多量の原因を作ったのは実行行為でしょ死因を変更するほどの影響力を与えてないわけですよ。不作為ってそもそもそういうものなんですよ。え、改事情が不作為だった場合っていうのは、あの、これ司法試験でも実際出題されてるんだけどね。え、この介在事情をどう評価するかっていうのがポイントになります。で、今言ったように判例は、ね、え、異常性が高い介在事情があったとしても、死因が変更されてないのであれば、 そもそもの、ね、本来の実行行為が持っていた危険がそのまま現実化しただけだと。ね。もともと形成された死因がそのまま死の結果に結びついただけだから。ね。多少、海外事情、異常な介在事情が発生したとしても、因果関係認めるよと。え、いうのが判例の、ま、いわゆる大阪難航事件とか。ええ、この後見ますけどね。考え方になります。だから、本問では因果関係認められますよ。書き方としては、 確かに誘発した介在事情ではないと。その意味で異常性が高い介在事情である。しかし、介在事情は不作為であって、ね、物理的な影響を死因に、えー、与えていないと。全く死因を変更するような影響力を与えていない。だ故に、そもそもの、えー、実行行為が持っていた危険性が結果に現実化したものと言えるんだ。だから因果関係が認められるんだと。とこういう書き方になります。 はい、ので因果関係認められないは罰にしとこう、認められるのでね。さあ、で最後、オツの在籍です。 えー、オツは死んでも構わないと思って X を自宅ガレージに放置しているため殺人罪,罪が成立しないか。えー、オツの不作為に殺人の実行を行使。まあ、同じ問題の所在ですね。で、この後、ま、赤は入れてないんですけど。まあ、見てみようか。えー、当てはめんとこを見てください。カッコ三。えー、え、オツは X を病院まで連れて行こうとしたんだから、事務管理が成立。まあ、事務管理はこれは法令上の地位かな。先ほどちょっと言ったけど。 事務管理は法令上の地位だから法令上の根拠はこっちでは出してるってことね、まあ、さっきは道交法上の救護義務は指摘してなかったけどこっちは事務管理というね法令上の根拠を指摘してただこれだけじゃ作為義務発生しないので先ほども言ったように判例が先行行為だとか排他的支配だとかっていうのを見ていくぞと。 そうするとどうだろうか。また、えー、え、は X を自宅ガレージまで運んでおり、第三者が X を発見する可能性は極めて低い。したがって、えー、救助を引き受け、生命、えー、X の生命はおに依存していたで。これが排他的支配ですね。排他的支配の設定。 あの、先行行為の指摘がないけど、まさにこれだよね。引き受けたこと自体が、これシャクティと同じでさ、シャクティ事件もそうだったけど、要はもうそれで危険な状態にさせてるわけだよね。車で、一旦は車でね、病院まで連れて行こうとして、ガレージまで運んで帰ったって、この行為自体が、その危険をより増大させてる。病院から遠ざける行為なわけでしょ。 だからあー、このね、引き受けたっていう行為を指摘して、まさしく、これが、オツの事故の責めに帰すべき自由により、X の生命の危険をより拡大、増大させたんだと、えー。事故の先行行為で危険をより大きなものにしたんだと。という評価ができるので、そういうことを指摘してももちろんいいです。 よって X、X えー、オツは X の死に関して因果の流れを支配したと認められ、はい。作為義務を肯定。この書き方ね。これはダメです。これだとわからない。ね。何が義務なのかわからない。から、この4文字で義務を認定するのはダメです。必ず義務の内容を特定してください。そうしないと実行行為が何なのかがわからないから。 えー、これは本当にこれができるだけで全然光るよ、不作為の答案は。あのほとんどの人が全然具体的に内容を特定してないから、作為義務の。えー、内容を特定すると。まあ、あの判例を参考にしながら、例えば、ねえー、病院で治療を受けさせるべき義務とかね、必要な医療措置を受けさせる義務とか、ね、そういう義務の内容を特定すればいいですよ。 いずれにしろ、ちゃんときちんと内容を特定して書いてください。答案上には。まあ、X を病院に運ぶ義務でいいんじゃないですかね。本文ではね。はい。で、作為の容易性可能,可能性容易性が認める。まあ、これはいいでしょう。 次、作為と同じ基準で因果関係、えーねえー、ここですね、2番、作為と同じ基準で判断される不し申請不作為犯、観念できる以上、因果関係の判断について作為犯と異なった判断をする必要なうん、若干、若干三角って感じですかね。先ほど、えー、最後に、問題文最後に指摘した、病院に運んでいれば確実に助かった。 あの事情えとこれですねこれ救命可能性と言ったりします救命可能性とでよいしょ 皆さんに見ていただきたい判例はえー、っと判例集1の10ページかな。 一番下の判例ですね。えーまあ、これよく不作為の因果関係っていうところで出てくるね、十中八九判例とか言ったりしますけど、えー、直ちに、ね、医療措置を受けさせていれば、十中八九、救命可能だったと、そうすると、同所の救命は合理的な疑いを超える程度に確実で、 あったと認められるから、ね、因果関係が認められるっていう、あれあれここか。因果関係が認められると。えー、いわゆるこれは、あの、因果関係論のうち、条件関係について指摘しているというのが一つの整理の仕方。で、条件関係は、作違反の場合は、あれなければこれなしですよね。あれなければこれなし。ところが、不作違反の場合は、そもそも、 やってないないわけですよ。不作為犯の場合の条件関係はどうやって判定するのかというと、それは、あれ、あればこれなしになると。家庭的な判断になると。と必要な作為を行っていれば死亡結果は発生しなかったはずだが言えるかどうか。これが条件関係なんだと。言うと、不作為の特殊性に着目すると因果関係の、とりわけ条件関係の判断はそういう仮定的判断になるから、これはやっぱ作為の場合と違います。同じではないよ。 さっき同じってとこに書いてあったけど。ただね、何をしたって助けらんなかったと。すなわち、救命可能性が否定される事案。で、これ超難しい話になりますけど、本番の司法試験だとね、このレベルで出る可能性がなくはないかもしれないから一言指摘しとくと、何をしたって助けらんない。救命可能性が否定される事案では、 今現在の裁判例の傾向だと、因果関係を否定するんじゃなくて、実行行為そのものを否定します。まあ、ちょっとこれも、少し応用の話だけどね。すなわち、何をしたって助けられなかったら、そもそも作為義務違反とは言えないはずでしょ、と。法は不可能を強制しないんだから、だから作為義務違反だって評価できないはずだと。もともと何をしたって結果の回避ができなかったのであれば。 でそう考えると、殺人未遂も成立しないっていう結論になるからね。そこを要注意、ね。実行行為はあるけど、因果関係が否定されるって、こういう処理の仕方をすると殺人未遂罪だから、結論がね。えー、作為義務違反を認定した上で、因果関係を否定するって、こういう処理の流れになると殺人未遂罪成立になるんだけど、今の下級審の傾向は、そもそも救命可能性がない事案では、殺人の実行行為を否定します。作為義務違反とは評価できないっていう話になります。 そうすると殺人未遂も成立しないというのが今の流れ、傾向ですね。まあ、それも一応指摘しておきます。あの救命可能性が肯定できる事案を因果関係のところで指摘するのはいいですよ。えー、必要な作為を行っていれば、 同女の救命が確実にできたと言える以上は因果関係が認められると。これをか、あの、因果関係のところで論じるのは構いません。ただ、否定される事案の時にね、えー、否定される場合はそもそも実行行為性を欠くとするのが最近の判例の傾向なので。まあ、一応それも知っておこう。ということでした。だからここでは因果関係の判断は、作為の場合とは違って、家庭的判断になるから、ね、あれあればこれなしの判断になるから、ね、必要な作為を行っていれば、 えー、高度の蓋然性をもって、えー、結果発生を防止できた。いわゆる救命可能性が認められるってことが、ここでの条件関係、因果関係なんだと。で、本問ではそれが認められるから、因果関係があるんだということを書かなきゃダメです。えー、だからここでは、家庭的判断になって、メモとしては、まあ、救命可能性と。しときますか。 指摘と。ちなみに、十中八九っていうのは規範でも何でもないから、あれを規範的に書くのはやめた方がいいよ。十中八九同助の究明が可能であることが因果関係として必要であるみたいな。そこを規範っぽく書くのはやめた方がいいです。十中八九っていうのは、ものの例えみたいなもんで、え、ー 高度の蓋然性を持って結果発生防止ができるってことが証明されたと合理的な疑いを超える程度に証明されたっていうことを言い換えてるだけだから十中八九いう表現は、ね、実態法の要件っぽく言うのであれば結果発生防止の蓋然性とかあるいは結果回避可能性でもいいし、まあ、救命可能性でもいいし、まあ、そういうような言葉になりますね。 不作為の場合の条件関係の判断はこれです。はい。ということでした。で、えー、今すげえゆっくり一問やってみたんだけど、一 <laughs> 問1時間かかってるっていう <laughs>。この状況だとまず終わんねえな。少しスピードを上げる必要がやっぱりありそうですね。じゃあ次いきます。えー、っと、よいしょ。 第2問 B ランク入れときます。まあ、今ぐらいにゆっくりやる時間はなさそうなので、テンポアップする必要があるね。 そうすると、まず、えっと、二段落目見てみるか。え、オツは、こうからあらかじめ付けられていた犯行の当日、オツ以外の A 社の社員全員が退社したとこうに伝えられた通り、え、同社通行用口の施錠を外して帰宅したと。え、これ、まあ、オツの行為だから、オツってメモを入れとくか。 え、こうはバールを持って A 社の前まで来たが、A 社の中に人がいるような気配がして、急遽計画を変更。えー、A 社の隣にある B 社に忍び込むことにした。そこで、えー、こうは B 社に行き、たまたま、あ開いていた B 社の建物ドアから、あ誰もいない建物内に入て。えっ、ー、と、まあ、財産犯関係でよくあるのは、この財産犯の前提で建物に侵入するっていうね。ここもちゃんと、あの、きちんと犯罪認定しなきゃいけないので、えー、まあ、こうと。 で、さらに金目のものがないか、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、こうはその事務室に入り、バールで金庫をこじ開けて、その中から現金を盗み、と。これもこうですね、こう。バールで金庫をこじ開けたと。で、えー、さらにその金目のものがないか物色。机の上に積まれていた書類の束に、こうの手が触れた。そうしたところ、えー、石油ストーブの上に、 えー、書類が落ちて燃え移ったということですね、で燃え移って、こうは、えー、その、えー、書類の束から小さな炎がさらにストーブの上から燃え落ちた、あ火が床にも燃え移りそうになっているのを見て、今なら近くにあった消火器で容易に消せる、このまま放置すれば建物全体燃え、あまあ、ここがだから主観面。 建物をこのまま放置すれば燃え上がるだろうと思いながらもえ発覚するのではと恐れて立ち去ったですからここに任用があるのかな。密室の行為ですね任用他方帰宅途中だった兵。 出てきましたストーブを消し忘れていたことを思い出し B 社に戻って事務室に入ろうとしたところを燃えてるのを発見、えー、この時点でもうまだ容易に消すことができる状況だったが兵はその火をそのまま放置すれば全体が燃えてしまうと思いつつ今ならまだ近くにあった消火器で十分消せると考えてしかし兵は床が燃えてるのは自分のお消し忘れが原因であると思い発覚するのを恐れて、えー、その場から立ち去っまあ兵も立ち去っていると。 あだからこ,の立ち去りこっちの立ち去りはこうでこっちの立ち去りは平とことですね、はい。そしたら答案を見てみましょう。 えとまずこの在籍は、建造物侵入罪をサクッと認定してます、これ忘れないようにねということを一応しとき指摘しておくけど、前提犯罪みたいな感じで、サクッとよく出てくることがあるので、建造物侵入ね。 まあ、立ち入った行為につき、えー、え、建造物侵入が成立するって書くだけだと、なんで成立するのかわかんないから <laughs>、えー、管理権者の意思に反して、とかって、そういう言葉は一言入れとく方がいいですけどね。管理権者の意思に反して立ち入った行為は建造物侵入だと。えー、まあ、侵入っていうのは、あの、意思に反する立ち入りっていう意味ですので、管理権者の意思に反して立ち入った行為は建造物侵入だと書けば、それで説明してることになります。 さらに、高価金庫の中から、現金を盗んだ行為に、うん、盗んだ行為っていうのも、いかにもなんか素人が使う日本語で、あんま法律の答案っぽくないね。だこれはもう法律的に説明するんだったら、ね、えーまあ、管理権者の、えー、占有者とか管理権者の意思に反して占有移転したとか、そういうことだよな。えー、そういう行為に、窃盗罪が成立する。すまあ、1と2はだから前提犯罪なので、いずれにしろ、サクッと認定して終わりと。 で、問題はこの放火のとこね、不作為の。3番。じゃ、では、えー、書類の束にストーブが燃え移って、燃え移りそうになっているのを認識しつつ立ち去った行為は、非現重建造物等放火罪ではないのか、ということですね。まあ、非現重建造物の認定はこれでいいので、もう実行行為の認定のとこ行っちゃいますよ。括弧二2のいのところ、えー。実行行為とはあ、現実的危険性を邪気する行為だと。 でこれさっきと同じですね、えー、法的作為義務の存在と作為の可能性、容易性で判断すると、で、当てはめみます、うのとこね、えー、本文では書類の束に火が燃え移ったのは、こうの手が書類に触れたからであり、あこれは先行行為を指摘してますね、でしかもその先行行為によって、原因を作出、だから、法益侵害の危険を発生させているんだという認定をちゃんとしていると、これはいいですね、先行行為による危険の喪失。 そのまま放置すれば床に燃え移ることは確実だ。しかもその場にはこうしかいない。消化できるのはこうのみであったというね。えー、あなたしか結果発生を防止できないというね。えー、排他的支配の認定もしっかりとしています、ね。 そうだとすれば、こうには消化すべき作為義務か。まあまあ、いいっすかね。消化する義務だと言ってるから、一応内容を特定したことにしてあげよう。まあ本当はね、これ119番すれば、119番通報する義務なのか、自分で消化に当たる義務なのか、その辺は実は問題になり得るんだけどね。えー、消化する義務って言うと、ちょっとその内容がまだ具体的にはわかんないでしょ。119番すれば、それで義務違反はなしってことになるのか。 でも自分でもう目の前ですぐあの消火器で消さなきゃ義務違反になっちゃうのかとかその辺を特定するためには何を,する義務な何をして消火する義務なのかということをさらにもう一歩踏み込んで認定する必要があるし実際、実務ではそこまで踏み込みますよ実際の基礎状をかけないからねえ自己行為を特定しないとね基礎状が素因不特定で却下になっちゃいますから控訴規格になっちゃいますから。 もう少し、だから、特定して、これ、こういうことをする義務があるのに、それをしなかったから、不作為犯だよ、という形ね。まあ、近くに消火器があるみたいなね、これ、あの、作為の可能性容易性で、近くに消火器があるみたいな事情を指摘するんだとしたら、この義務の内容も、やっぱり自分で自ら消火に当たる義務なんでしょうね。おそらく、ここで想定しているのは。自ら消火に当たる義務を認定しているんだと思います。 はい。で、えー、放火したっていう実行行為を認定しました。承損したって、これ結果ですね。実行行為を認定して結果を認定してますね。えっ、ー、と、一応放火罪の、あの、構成要件はきちんと復習してもう一回まとめておいてね。実行行為結果を。えー、特に承損したっていう結果の認定が問題となる。まあ、本文はそれは問題とならないんで、これ以上何も言わないけど、承損承損したっていうこの要件は解釈がいろいろ問題になりますので、え、いわゆる独立年少説というやつね。 でそれがで、そういう問題が問われることがあり得るので、これはちょっとよく復習しておいてください。ここではこれ、あの、これだけに留めとくけど。で、でえっ、ー、と、因果関係ですけど、えー、結果発生までに兵の不作為が介在しているから、うん。これ問題の所在だけどさ、えー、本文承損の結果は、こうの不作為による危険が現実化したに過ぎないから、と言ってるだけで認めちゃってるけど、一応これ開介在事情じゃないですか。兵の不作為がね。 だから、さっきも言ったように、ここはちゃんと評価した上で、えー、書いた方がいいですよ。ね、えー、法の、法の不作為による危険が現実化したものに過ぎないって書いてるだけだけど、なんでそう言えんのかが書いてないから。介在事情がある事案では、その介在事情を評価した上で危険の現実化と言えるのかどうかって結論を出さないと。で、えー、この介在事情の評価の仕方としてはさっきと同じでいいです。つまり不作為だから。 兵の不作為が介在してますから。不作為ということは、まあそもそも、ね、え、孔の実行行為に誘発された介在事情ではないから、異常性は高い。しかしながら、不作為であって、ね、えー、因果の流れに影響を及ぼしていないから、ね、気温度は低いと。気温度が低いってことは、そもそも孔が作り出した危険がそのまま結果に、えー、現実化したと評価できる。だから因果関係が認められると。そういうことを書く。 っていう話ですねであとねこれちょっと気になるのは因果関係の後に恋を認定した恋の認定が飛んでるね恋、えー、特に密室の恋ね密室の恋、えー、すなわち任用です何度も言うけど任用を認定した方がいいですよ 必ず不作為の場合はこれ認定しますから。えー、まあ昔の判例で放火罪の場合はさ、えー、気発の火力を任用する意思とかね。気発の火力を任用する意思とか。まあこういう表現が出てきたりしますけど。ここを認定しないと故意が認定できないので。 故意を認定しないと故意犯じゃなくて過失になっちゃう。失火罪とかになっちゃうから、きちんと故意は認定した方がいい <laughs>。さっき問題文の事情でさ、任用があったからさ、そこを指摘するってことね。燃え広がるだろうと思いながら、まあそれでもやむを得ないな、みたいなその消極的な任用があるんだと。 はい。で、次、オツの在籍見ままあ、あの、在数は見といてください。え、オツがこうの依頼を受けて、通用口の施錠を外した行為は、法助犯だ、ということですね。えー、っとね、まあ、協議の共犯の場合は、 これちょっと答案を書くときのポイントを一個指摘しとくと、協議の共犯の場合は、これ、従属性がありますから、必ず正犯を認定する。ね、正犯を先に認定すると。かっこ従属性と。 というふうにメモを入れておきますけどえ。正犯がいないと、そもそも、ね、えー、成立し得ない犯罪です。協議の共犯は。なんか正犯者の方が先。必ず先。だから、えー、その一言目は必ず、え上、ー、述した通り、こうに建造物侵入罪及び窃盗罪が成立するって一言書きます。で、一言書いた上で、その重犯、えー、その法助犯とか、共査犯にならないかどうかを検討すると。 必ず正反者にぶら下がって成立していく犯罪なので、1行目は必ず正反を認定してください。正反を認定した上で、その正反行為に対して、ほ助とか、共産が成立しないか検討するよと。まあ、あの、本文は順番的にこうから書いてるから、 こうを先に書いて、乙が次に来てるから、こうのところで正反が認定されてるから、いきなり乙が法助反で始まっても、そんな違和感はないですけれども、これ逆な場合があるからね。乙の方から書き出してるって場合があるから、その場合は、ね、いきなり法助反って書き始めると、それ罰になっちゃうからね。正反がいないのに法助反検討し始めましたって思われると、それ罰になるから、必ず一行目で正反者を特定するっていう癖をつけといてください。で、えこ、ー、うに、え、これが成立、えー、っと、 建造物侵入と窃盗が成立する、でそのほう助犯にならないかを検討すると。ほ、は、う、い、助したと言えるか、次のページですけど、ほう助したと言えるかが問題だよと。ほ、え、う、ー行行えー、助犯の処罰根拠は、正犯の実行行為を容易にして、えー、結果発生の危険を高めること。 正反、えー、の実行を物理的または心理的に容易にしたと、まあ、因果性を及ぼしたとういう言い方を、最近はそういう言い方をするね、正、え、反、ー、の実行行為を介して、結果発生に因果性を及ぼした、まあ、そういう場合がほう助した。 本文では、オツはコウが侵入した B 建物でなく A 建物の施錠を外したから、物理的にコウの犯行は何ら容易になってないということだよね。 また、こうは、オツが協力を引き受けてくれたことについて、助かるよと次安心して侵入できるようになったというよりは、それは A 建物 A の侵入で、B 建物は別に、えツの協力がないというふうに認識している以上は、ま心理的にも容易にしたっか、ま物理的にも心理的にも因果性を全く及ばしてないと。えこれすなわち、法女の因果性がないと。い、げ、最近の説明はこういう説明だね。法女の因果性がない。 だから、補助に当たらないとです、ね。ほ助したとは言えないと。はい。これはこれでいいと思います。なお、客観面で補助したと言えない以上、錯誤は問題とならない。これはなんで書いたのか意味不明なので、ッコに入れてください。 次、兵見てみます。兵も非現状建造物放火ですが、立ち去ったという不作違反なので、同じように検討していくことになるでしょうと。で、当てはめ見てください。えー、事務所の床が燃えているのは、兵が本来退社の際に消さなければいけない、消さなかったのが原因だと。はい、ここに兵の先行行為を取ったんですね。 先行行為を認定した原因を作出と事故の責めに期すべき自由によりまたその場にいたのは兵のみで他の者は火を消すことができないから排他的支配えまあ排他的支配もあるぞと排他的支配も指摘しでやっぱり消化すべき義務なのか 消火すべき義務。で、近くにあった消火器で消せるから、まあ、これもみずら消火する義務で、こうと全く同じ認定をしてるだけだね。ということです。消火器を用いて、自ら消火活動に当たる義務。 とかね、具体的に書くとそんな感じ消火器を、近くにあった消火器を用いて自ら消火活動に当たるべき義務とか。まあ、具体的に認定しようとするとそんな感じになるのかな。で、そうここまでいいんだけど、3番でなんかよくわかんない書くことが書いてあるので、ちょっとこれ何なんだろうって感じで。よくわかんないけど、もも、放火罪は独立年焼に達した時点で、えー、損したと言えると、独立年焼説。 本文では、兵が出荷を認識した時点に独立燃焼に達しており、実行行為性が認められないとも思える。しかし、兵が期待された作為をすれば、独立燃焼状態を解消できた以上、消化行為に出るべき義務があるから。これなんか、もう書いてる趣旨がよくわかる。要は、実行行為性が認められるって結論を出したら、もうそこから先はひっくり返さないでください。非常に、こうなんていうかな、こういう文章を書くと、 論理性がないっていうかね、えー、論理的じゃない文章だと思われます。認められるって結論出したのに、認められないとも思われるとか。またこうひっくり返す話が出てくるの。全部検討した上で結論出してください、答案上は。ね、えー、こういう可能性があって、こう,いう考えられるっていうのを書きたいんだったら、それは結論の前に書いて、一旦結論で認定した上で、またひっくり返すような問題提起をすると、それは非常に論理的な文章に、ではないというふうに読めるんでね。ねここがハテナですけど。 要は、結果回避可能性ですよ。先ほど言った。結果発生防止の概前性が肯定できるのかと。それが結果回避可能性がそもそもないのであれば実行行為認定できないんじゃないのかと。だって、兵が来た時点でもう燃えてたんだから、兵が何をしようともう燃えたという結果は回避できなかったんじゃないのと。そういうことが言いたいんですよ。で、結果回避可能性があったかなかったかという問題を、 まあ、先ほどもちょっと言ったけど、実行行為の問題に位置づけるか、因果関係の問題に位置づけるかって、まあ、それはいずれも、あの、考え方はありますけれども、え、おそらくそのことが言いたいんだろうと。ところが、まあ、本問では、ね、え、消化してれば、その燃焼を食い止めることができた以上は、結果回避可能性があったと言えるんだから実、実行行為も認定できるし、あるいは因果関係に位置づけた場合は、 結果との間の因果関係は認定できるんだよということが言いたいのかなというふうに思いますけどね。ちょっとこの書き方されると趣旨不明。何を書いているのかがちょっと漠然としてよくわからない。えー、結果回避可能性があるかどうか、結果発生を防止できたかどうかっていうことを問題としたいんだったらそういうふうに書いてください。 じゃあ次行きましょうかえそうねもう少しペース早めないとやばそうかなはい第3問まあでも今日初回だからねいいでしょうゆっくりいきましょう第3問 A ですね で、えっ、ー、と、3行目か。ある日の夜、殺意を持って就寝中の X の頭部をゴルフクラブで数回大出したとこれは大津の行為かな。<laughs> 殺意を持ってって書いてあるから、これはもう確実に行為が、もう、あの、要するに問題文の中で確定されてるってことね、行為がね。殺意を持ってって書いてあったら。もう殺人を検討しろっていう、あの、圧倒的な目印ですね。 で、え、こうはゴルフクラブを振り上げて、X をさらにオーダーしようとしてるオツに対して、何やってんだ、やめないかと言いながら、やめさせたと。X は頭部から血を流して意識を失っていたものの、息があったので、え、こうは X を直ちに病院に連れて行き、死ぬことはないだろうと考えていた。そこで、え、こうは、兵に対して、え、X を病院に連れていくのは手伝ってほしいと頼み。 え、これを承諾した兵と共に、車に乗せて病院に向かって、あ、なんかちょっとまた同じような感じで、不穏な感じになっていくんですかね、この後。えー、引き受け行為みたいなことしてますね。ところが、日頃からオツに同情していた兵は、X がこの際死ねばいいとか、あ、これはいいよね。これは任用というか、殺意ですよね。殺意を示す事情が出てきてる。死ねばいい。 え、病院に連れて行って医者から事情を聞かれれば、おつだけでなく、僕たちもやったと疑われますよ。それより X を病院の前に降ろして寝かせておきませんかそうすれば X を見つけ、誰かが見つけてくれますよ、と提案。え、こうは病院の前であれば誰か見つけてくれるだろうから、死ぬことはないだろうと。X には殺意がないとね。X じゃねえや。こうか。こうには殺意がないということです。ここが重要ね。だから、兵には殺意があって、こうには殺意がない。死ぬことはないだろうと思い、兵の提案を受け入れたと。で、 X を車から降ろして、病院前路上に寝かせて立ち去り、自宅に戻った。だこれは兵、うと兵の両方の行為、共同行為ですね。公兵、両ただし、主観面が違うと。兵は殺意があって、うは殺意がないと。そういう状況なんですね。しかし、兵は X が救命されないようにするため、うに黙って、再度病院に戻り、X を人目につかない植え込みまでさらに運んで放置したこれは兵だの。兵単独と。 その後、X は死亡と後日判明したところによれば死因は治療がなされなかったことによる失血死と。はい、じゃあ見ていきましょう。 えー、オツの在籍、殺意を持ってゴルフクラブを数,、えー、数回オーダーしているっていうのが,このが殺人の事故行為にならないかと、えー、まず、上記行為には殺人の実行行為性が認められ死亡結果も発生しているとあー、これはね、本当はちゃんと認定しなきゃだめですよ一言で終わっちゃってるけど、なんで実行行為性が認められるのはなんでですか ここはちゃんと認定しないとダメですね。えすなわち、実行行為の危険性をきちんと評価してください。ゴルフクラブで数回オーダーするっていうのがどの、どれほど危険なのか。ってことねえ。この辺のちゃんと認定をしてるかどうかっていうのも結構点数変わってきますよ。やっぱり。えー、ゴルフクラブっていうのは非常に強固な狂気になり得るものですよね。でそで、しかも殴ってるのがどこですか腕ですか足ですか 違います。頭部です。頭部。頭。え、身体の数要部って言ったりしますけど、え、身体、要するにそこに、え、怪我をさせると致命傷になり得るってことね。え、身体の数用部。頭です。な、狂気を持って身体の数要部を、しかも、数回オーダーだから必要に攻撃してると。まあ、その辺の事情を評価して、これは殺人の実行行為性があるぞ。ということをきちんと述べると。えー、ポイントは狂気。狂気の性質。 えー、そして、創傷の部位。怪我を負わせた場所っていう意味。総称の部位。そして、攻撃の対応。この3つです。狂気の性質。創傷の部位。攻撃の対応。えー、この3つで、えー、危険性って判断しますね。それは本当は述べた方がいいですね。 そうだとしても、X が死に至るまでに、公や兵の行為が介在しているから、因果関係は認められるかと。はい。で、先ほども言ったように、因果関係は危険の現実化だという規範は示せていますが、先ほどみたいに、この危険の現実化の判断基準を示した方がいい。 でそれは、えぇ、ー、海在事情の異常性、えー、あるいは海在事情の結果発生への寄与度とか言ったりしますけど、ちょっとここでまとめておきましょう。ちょっと、ごめんなさい。前半の講義の時間少しオーバーするけど、流れがいいので続けちゃうよ。えっ、ー、と、六ペ、えーえっと、判例集が6ページから10ページに至る一連の判例だな。ここに因果関係の一連の判例がありますので。 えー、いくつかちょっと見ておきたいんだけど、えっ、ー、と、この7ページの、さっきそうだ、大阪難航事件、まあこれから見るか、じゃあ、大阪難航事件、7ページ。 はいこれねえっ、ー、とまあ被告人が攻撃を加えた後に第三者が追撃っていうか攻撃を加えた可能性があってでそれで死亡したっていう事件でしたで、えー、犯人の暴行により被害者の死因となった障害が形成された場合は 死因を形成したのが犯人の行為だった場合は、仮にその後第三者に加われた暴行によって、死期が早められたとしても因果関係を肯定することができる。えすなわち、ねえー、結果発生の決定的な原因を作ったのが実行行為であるとすると、その後何か介在事情があったとしてね、えー、その介在事情が影響を与えたとしても、大した影響じゃないっていう話なんですよ。死期が早められただけだと。だって死因が変わってないんだから。 この死因はもともと実行行為が形成したんだからと、でそういうことを言っているね、えー、これ、えー、今から、えー、いくつかの反例を類型化しますけれども介在事情は実行行為によってもたらされた介在事情ではないんだよだその意味では異常性が高い介在事情なんです、ね、第三者の暴行っていうのは犯人の暴行とは無関係に行われたと、ね、そこに関連性があるわけではない ところが、その介在事情は、大した影響を結果に与えなかったから、無視していいと。まあ、えっと、直接死因が形成された事案っていう意味で、これ、直接原因型と。直接原因型と名付けますけど、この類型ね。 えっともう一個直接原因型があってね、それはね、十ページかな、十ページのこれだね。平成十六年のに二月の十七日、これも直接原因型です。ちょっとメモ入れとくけど、直接原因型。 被告人らの行為により A が受けた障害は、それ自体死亡の結果をもたらしている身体の障害で、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、被害者が医師の下が医師の指示に従わず安静に努めなかったため、治療の効果が上がらなかったという事情が介在したとしても、と。結局だからこれ、あの、怪我を負わせた後に病院運ばれたけど、そこであの治療行為をね、まあ,あ、 医師の指示に従わずにまあ治療行為を自分で勝手に中断しちゃって要するにパイあの、えー、管とか抜いて帰宅しちゃったみたいなねそういう事案でしたよねで確かに、えー、介在事情はあの実行行為によってもたらされた事情とは言えないんだけどただそれはそもそもね、死因を形成しているのは被告人の行為で、えー、介在事情はね 治療の効果が上がらなかったとっいう影響があったけどその程度の影響にすぎないから別に無視していいとそういう事案ですね直接原因型 <laughs> でこれともう1個対比として言われるのがもう1個の累計ですえっ、ー、とページ戻って7ページの3つ目、えー、と平成16年10月19日 これはどういう類型かというと、開催事情が結果に与えた影響は大きいです。っていうかその開催事情がなければ結果発生しなかったと言えます。その意味で寄与度非常に大きいです。ところが、その開催事情は実行行為によってもたらされていると。実行行為から影響を受けて開催事情が発生していると。そういうふうに言える場合。えー、ま、 見てみると、夜明け前の暗い高速道路に自社及び A 社を停止させたという被告人の過失こと。まあ、これが実行行為ですけど、えー、これは、えー、それ自体において、後続者の衝突等による人身事故につながる重大な危機を有していたというべきであった。 で、本件事故は被告人の過失行為の後、少なからぬ他人の行動等がえ、在して発生したものであるが、これ、高速道路に止めたんですよね、相手の車を。そしたら、相手の車が高速道路に止まったまま、ずっとそこで、こう、立ち往生してて、で、犯人はもうずっと行っちゃったんだけど、ね、え、なんか文句言って、で、え、まあちょっと喧嘩みたいな感じになって、それで行っちゃったんだけど、その後もずっと被害者はそこに留まり続けたと。で、鍵をなくしたっていうふうに、え、思って、鍵を探し回っちゃった。 エンジンキーを。まあ、実は探して、あの、エンジンキーは、あの、なく、なくしてなかったんだけど、なくなったと思って、その場をずっと立ち往生しちゃったと。そうした結果、その車に後ろから追突、事故が起きて、人が死んじゃったと。ね。少なからず、他人の行動が介在して、事故が起こってます。だこれ、事故が起こんなければ、別に誰も死んでないから、その意味では、介在事情が結果をもたらしてるんですよ。 海在事情の方が、ね、えー、結果を発生させてるから、ね、えぇ、ー、度は非常に大きいわけです。ところが、それらは被告人の上記過失行為及びとこれと密接に関連してなされた一連の暴行に誘発された事情だよと言ってます。海在事情は。えー、だからこれ第2の類型で、誘発型。 誘発型の事案は他にはこれです。8ページの一番下。えスキューバダイビングのあの夜間潜水、えナイトダイビング中の、えインストラクターが、あ受講生を見失ったっていうね、見失っちゃった海の中でっていう過失行為です。その後、受講生らは、えね、インストラクターが自分を見失ってどっか行っちゃったから、やばいっつって動き回っちゃったと。 で動き回っちゃ、動き回っちゃった結果、空気使い果たして亡くなってしまったということで、やはりこの、ね、被害者側にもそういう不適切な行動をとったっていう落ち度が確かにあったんだけれども、ねで、しかもその行動がなければ死亡結果発生してなかったと言えるから、海在事情の起用度は極めてでかいと。海、ね、在事情が死亡結果をもたらしたと言えるが、ところがね、見てください。 えー、まあ、見失うに至ったと。で、こうを探し求めて沖に向かって水中移動を行い、A の、圧縮空気タンク内の空気残圧量が少なくなっているのを確認したにもかかわらず、受講生らに水中移動を指示した。あ、ごめん、これ、これ半紙じゃなかった。事案だったね。半紙見てください。9ページ。 あ、ここか。ここか。A を見失った後の指導補助者及び被害者に適切を書く行動が、まあ、これがまさに介在事情ね。動き回っちゃったと。インストラクターが見失った後に、この、まあ、指導補助者っていう人がいたんだけど、補助者と被害者が動き回っちゃったと。で、インストラクターはそれで発見できなかったと。 ということで、適切を書く行動があったことは否定できないが、これはインストラクターの行為から誘発されたものと言ってます。だこれは誘発型です。介在事情は誘発されたんだと。実行行為。 まあ他にもあるけど見とく判例としてはこれぐらいにしておきますか。で、えー、今2つの類型を見ました、えー、と危険の現実化っていうのはいくつかの類型があってね、えー、その類型ごとに整理をしておくっていう発想が必要なんだけどあれ、ちょっと待ってはどこかにああった。 これですね、ちょっと番書でまとめ,ままとめておきます。危険の現実化の累計という話で、経、え、済、ー、事情をどういうふうに評価するかということが重要になってきます。 で、一つは直接原因、大阪難航事件みたいにね、え、事故行為が結果をもたらす直接の死因形成し、直接の原因になっていると。で、海外事情を見てみると、介在事情は大した影響を与えてないよと。死期を早める影響ぐらいに過ぎないよっていう、こういう評価をするときです。で、もう一つ、誘発型。 これはどういうときかというと、介在事情が結果をもたらしているから、ここの寄与度は非常に大きいんだけど、ただ、この介在事情は実行行為に誘発されていると、実行行為にもたらされていると。なので、えー、直接的に危険が現実化した類型と間接的に 介在事情を介して間接的に現実化した類型と、だから直接現実化、間接現実化というふうにネーミングしてもいいと思いますけどね。 そしたら、えー、っと、あ、あとね、もう一個、判例上もう一個類型があると言われていて、それがこのね、危険状況喪失型というものなんですけど、ちょっとここまで今日は解説、まあ本文と直接関係ないから、ここまで解説はしないので、メモだけ入れておきます。えー、っと、判例集の、これだ、えー、っと、七ページの一番、三つ目、7ページの3つ目。平成18年3月27日ってやつ。 7ページの3つ目ですこれが危険状況喪失型また3つ目の類型ですどっかで出てきたら言及しようと思いますけどね危険状況喪失型というメも入れておきます じゃあ、えっ、ー、と、一応この判例まで押さえたところで前半の講義はこれで、えー、終了にして、後半はじゃあ、東和見るところからスタートということにしましょう。じゃあ、10分休憩にします。お疲れ様でした。はい。じゃあ、後半の講義を始めます。えっ、ー、と、第3問途中からですね、えー、思った以上に進みが遅いという気がしますけど、えー、頑張りましょう。で、 ちょっとさっきの話もう一回ですけど、とりあえず今日その誘発型と直接原因型で判例読めるようにしといてっていうことを、まあ、とりあえずはこのね、えっ、ー、と、もう一個危険状況喪失型っていうのがありますが、これはとりあえず一旦置いときます。で、できたらまた言及しますけど。で、え当、ー、案の書き方の話ですけど、介在事情をどう評価するかが、ね、評価の仕方が重要で、で、まあ、何回かさっきから言ってますけど、誘発型の場合はこう書きます。 確かに、介在事情の気用度は高い。しかし、介在事情は実行行為に誘発されてるんだから、異常性が低いと。こういうふうに評価します。確かに、しかしで。直接原因型の方は、今度はだから確かにとしかしが逆なんですよ。確かに、実行行為と何の関係もなく無関係に発生してるから、異常性は高いと。しかし、ね、大した影響を与えてない。指揮を早める影響ぐらいしか与えてないから、気用度が、 低いただ、えっ、ー、と、一つ注意しなきゃいけないのは、この死期を早める影響を与えたに過ぎないって評価できるのは、えー、何度も言ってけど、死因が変わってない時だけですよ。別の死因による死亡結果が発生してたら、それはあれですよ、あの死期を早める影響を与えたに過ぎないって書いちゃダメですよ。 あの、元々の実行行為によって確実に死亡していたっていう事情がある場合でも、介在事情が入ったことによって別の死因による死亡結果が発生しちゃってたら、それはね、直接原因とは言えないから。直接原因型の分析はできないので、あの、死因が変更されてしまって、介在事情によって死因が変更されてしまっていたら、もうこっちの分析、誘発型で分析するしかないです。だから、あとはその介在事情が誘発されてるかどうかっていうところを分析するしかない。 えー、皆さんの司法試験の、ね、こう受,受験生の答案を見ていると、思いっきり違う別の死因の、ね、死亡結果をもた,らせたもたらした介在事情なんだけど、実行行為によって確実に死亡していたと言えるという事情が問題文にあったから、ねあ、じゃあ死期を早めただけだというふうに書いちゃっている答案が結構ありましたけど、それは間違いだからね。死因が変わってたらあの直接原因型とは言えませんので。 はいといとうことでこれが答案上での書き方の話でじゃあ、はい、どうなっているかですけどちょっとズームを大,大きめにしてみますか。あで、この当てはめのところね3番、本文について見ると頭部をゴルフクラブで数回殴打する行為はそれ自体行為でそれ自体 その行為自体で X を死亡させる危険性が高い行為確かに怪我を負った X を同居している公平が X を遺棄するという行動に及ぶことは異常な介在事情えっとねうんいいんですけど異常なんですけどえっと異常と言えるのはどうしてなのかっていうことねそこ踏み込んで書いてるとえー、さあの 採点者側に伝わる答案になります。異常なのか、通常なのか、あるいは正常なのかっていうのは、何、えー、ていうか主観的な判断だからさ、それだけ書くと。でしかも、この異常なっていう言葉は、えー、通常とか正常とかそういう言葉の反対語なからあの、日本語から来る意味としてはね、どちらかというと、 えー、なんていうのかな。経験則上あり得る事態かどうかみたいなね、えー。経験則上あり得る事態、経験則上通常な事態なのか異常な事態なのかと。あり得る話なのか否かと。そういうようなニュアンスに読めるんだよね。異常って言葉を使うと。で、そういう、えー、経験則上通常な事態かどうかっていう判断をするのであれば、それは相当因果関係説です。 危険の現実化説とはちょっと発想が違う一般人にとって予見可能な事情かどうかみたいな話をするのはそれは危険の現実化の発想ではないので相当因果関係説の発想になるのでちょっとこの異常っていう言葉の使い方はね要注意なんですよ。あの異常っていう言葉を使うとあの途端にね当てはめが相当因果関係説っぽくなってる答案がすごい多いから。 いいよね。先ほども言ったけど、危険の現実化の考え方で異常っていう言葉を使うんだったら、それはどういう意味かというと、ね、予見可能な事情とかそういう意味じゃないんですよ。ねえー、経験則に従ってあり得る事情か否かとか、そういう話をしてるんじゃなくて、危険の現実化説で異常っていう言葉を使うのであれば、それは実行行為と無関係に発生した大、えぇ、ー、解事情だと。そういう意味ですよね。実行行為によって誘発された事情ではないと。 実行行為によって影響を受けた事情ではないと。無関係に発生した事情なんだと。これをもって異常な開催事情と評価すると。だからそこを書いてください。だから公平の行為が異常だという、ごめんなさい、異常な開催事情だというのであれば、ね、オツの行為に誘発された開催事情ではないから異常なんですね。そういうふうに評価するのであれば。 確かに異常。しかし、X の死因は治療のされなかったことによる失血死であり、この死因は、オツの行為により創出されたものであるから、死亡結果は、長期行為の危険が現実化したに過ぎないか。うん。まあ、確かに、しかしで、ね、確かに異常な介在事情だ。しかし、だから、死因は X のおえ、死因はオツの行為だ、と。 言ってますので、これ直接原因型なんですよね。だから、介在事情の評価を書いた方がいいので、このね、公平による介在事情は、 清度が低いと、ね、確かに異常な介在事情だけど、機度が低いと、まあ、そういうことを書いたほうがいいと思いますね。で結局、死因は X の,、えー、X の死因はこう、ごめんなさい、o の行為か、o の行為が直接の死因になっていると。だから因果関係が認められるというふうになっています。 けどえー、ともうなんか不作為の話はしつこいなって感じですよ <laughs> 散々やったっていう感じでまあ同じです、えー、死ねばいいと思って、えー、放置して立ち去ってるから殺人罪の、えー、不作為犯にならないかとで規範も全く同じですねだから当てはめだけ見ておきますよ、えー、本文では兵は、えー、人通りの少ない夜間 X を行って 一旦病院に連れて行くために、車に乗せて病院に向かっており、先行行為により排他的、えー、X の生命は、兵に排他的に依存する状態に、まあ、うん、いいんじゃないですか。えー、先行行為によって、えー、そういう危険な状況を作り出していて、その結果、排他的に依存する状態になって、まあ、一行で書いてますけど、必要な情報は取ってますよね。ポイントは指摘してますよね。 そうすると、X を保護すべき義務。保護すべき義務って書いちゃうとダメです。まあ、ダメってか三角にしとこう。これだと四文字で書いてると同じだからさ。保護義務って書いてると同じだから。何をする義務なのかをちゃんと特定してください。で、ここでは病院にきちんと連れていく義務でしょ。病院に連れてった上で医者の治療を受けさせる義務ということでしょ。はい。そこをちゃんと書かないとダメですよ、と。 はい。で、えー、まあ、作為の可能性、容易性はいいでしょう。で、実行行為、結果、因果関係。で、やっぱね、これ、故意を抜かす癖があるんだよね、この答案は。ここ、えっ、ー、と、因果関係の次、故意書かないと。やっぱり、密室の故意、ね。死ねばいいと思ってとかって、そういう事情がありましたよね、問題文に。死ねばいいと考えて。故意の認定が入らなきゃダメでしょう。 あの、不作違反の場合は特に重要だからね、行為。何度も言うけど。客観面だと分かんないんだから。えっと、密室の行為と。密室の殺意と。ま、何度も同じこと書いてますけど、密室の殺意。客観面は同じ義務違反です。 過失の注意義務違反であっても、保護責任者遺棄の保護責任者が放置する行為であっても、客観名は全く同じだから、そうすると殺意があったかどうかを認定しないと殺人にならないわけですよ。これ重要なんですよ、非常に。判例も必ず密室の殺意が認定されますから、不作為の場合はね。はい。で、次、こう見てみましょう。 えー、こうは殺意がないかったよね。殺意がなかったから殺人罪にはならない。じゃあ、保護責任者遺棄はどうかっていうことですね。えー、まず、こうは X の子であり、保護する責任を負う。うん、まあ、なんでなんで子だと負うの子だと保護する責任を負うものにあるのはなんでなんですか まあ、法令上の、民法上の、えー、扶助義務とか出してもいいですし、何条だっけ民法何条でしたっけ <laughs> ね、えー、あんまり民法に詳しくないので、民法の条文がすぐ出てこないんですけど、えー、例えば民法だと、えー、と、お手元六6本持ってる人、刑法だとあんまりね、条文を引かなくても頭に入ってるんですけど、民法はね、さすがに頭に入ってない。 え親族の扶助義務親族間の扶助義務誰か私より先に見つけた人がいたら教えて何条ですか直系,直系血族の扶助義務みたいなのが規定ありましたよね すぐ出てこねえなえー、あんまり刑法と関係ない話なので <laughs> 時間を取りたくはないんですけど条文が気になってしまうとありがとうございますそうその辺でした確かに730あこれこれこれ OK ありがとうございます730条ですねそうだ確かこの辺でしたね まあだからお互い助け合わなければいけないという法令上の地位、民法上の扶助義務みたいなね、そこは指摘できるよと。で、あとは、まあ、ね、先行行為的なことを指摘するんでしょうね。やっぱり一旦救助を引き受けてると。一度車に乗せてると。ということで、保護責任者の保護、その保護責任者遺棄罪の保護責任を導き出すと。で、 まあ,あとは、全部、これ、構成要件の認定なので、描写に当たるとか、遺に当たるとかっていうね、えいうことです。で、あと、因果関係か、死亡との間に因果関係が認められるかが問題となる、ここはちょっとメインのところにちょっと見てみますか、因果関係。 そもそも病院の前の路上という人に発見されやすく直ちに治療行為を行うことができる場所に X を寝かせて立ち去る行為自体はえそれ自体人を死亡させるに至らしめる高度の危険性を有しているとは言えないうんなんかこれ違うこれはちょっとやっぱ違うな保護責任者遺棄の実行行為を認定してるからね 殺人じゃないですからね。保護せ、えっ、ー、と、息の実行行為って人を死亡させる危険まで必要なんですかえー、息って危険犯でしょだから、息の危険が生じれば、実行行為性は肯定できるからね。死亡させる危険ってこ、こう息死罪までいったら、それは結果的過剰犯として息致死罪になりますけど、えー、実行行為に必ずしも人を死亡させる危険が、あの、備わってないと、息罪が成立しないっていう話ではないからね。ちょっと、どうなんだろうな。えー、また、 兵が X を人目につかない場所に移動させ、救命が期待できない場所に放置することは、異常性が高い。まあこれもだから、いきなり異常性っていう言葉を使っちゃってるからね。なんで異常性が高いと評価したのか。だから、まあ異常性が高いっていうことは、えー、と危険の現実化の中で文脈で使うんだったら、誘発してないっていう意味です。兵の行為を誘発していないと。誘発なしというふうにメモるときがね。 これ自体が X を死亡させる危険性を有する行為と言える。そうすると、うん。まあ、だから、兵の行為が、ちょっとなんかうまくかけてる気しないしないけどね。兵の行為は非常に異常性が高い。誘発された行為でもないし、そして、機応度も高いって言ってるんでしょうね、これ。これ自体が死亡させる危険があるっていうのは、機応度も高いと。 うんまあ、因果関係切る器用度が高いという趣旨を言ってるように一応全開しておきますけどただ、はてなだなこれさっき器用度高くないって評価してたからねさっきのさだってえー、と、うん、あのオツの在籍のところでは大した器用度ではないっていうふうに。 ね、死因は失血死で鬱の行為によって、えー、もたらされたものだから、兵の行為はそれほど影響を与えてないって、そういう評価をしてたから、ここで評価を変える、一変させるっていうのは、ちょっと意味がわからないですけどね、うんまあ、結論として、致死の,のところの因果関係、否定してますけど、まあ、結論は逆でももちろんいいですよ、えー、どういう視点で介在事情が評価できているのかっていうところがポイントです、そこを採点者は見てますから。 あの、異常性が高くて、すなわち誘発されていない介在事情で、で、しかも、気温度も高かったら、それは因果関係切れるってことだからね。えー、そっか、さっきそれ話しなかったから、えー。もう一回この図に戻るけど、えー、気温度は低い。異常性は高いけど、気温度が低い。こオは OK と。気温度高いけど、異常性低いと。これも OK と。 えー、だからどっちかで説明ができれば因果関係認められると。でところが、器用度も高くて異常性も高いと。器用度も高くて異常性も高いと。ねえー、死因変更してるし、かつ滞在事情は実行行為と無関係だし、となると、それは因果関係切れるって話だからね。その場合には。 ということで、保護責任者遺棄致死にはならないと言ってますね。遺棄罪に留めてるっていう答案になってます。えー、遺棄致死罪でも十分いいと思いますけどね。因果関係認めてもいいとは思います。で、最後の、えっ、ー、と、ここね、えー、行為共同説の話が出てますけど、えっ、ー、と、これはですね、ちょっとブルーにしました。えっ、ー、と、これは、行為共同説で、これは判例の取ってる考え方ではないので、 判例は犯罪共同説なので、部分的ね、部分的犯罪共同説、これ、反対矢印で、部分的犯罪共同説。 というふうふにメモるこれはちょっとここの部分については、えー、こういうふうに書くのはあまりお勧めしないんだやめたほうがいいと思いますね。えーっと まあね、これ共犯論を今日ここだけで説明しても、なんか、ここだけ説明してもあんまり効率が良くないので、えどうかなっていう気がしますけど、一言だけ、じゃあ、えっと、一番最初のシャクティの判例、4ページ判例集、シャクティ事件。もうこれ言及するだけにしときます、この問題は。え、要は、共同制犯なんだけれどもね、え本問で言うと、 えー、公には殺意がなかったと。で、兵には殺意があったと。で、殺人、それぞれおのの殺人罪だし、保護責任者遺棄罪なんだけど、それ共同正犯関係ってのはどの関係で共同共犯関係になるんだと。で、えー、この借ィの事案がまさにそういう事案でね。ここですねさ、えー。不作為による殺人罪が成立し、これ4ページの、あの、平成17年の判例ね。 で殺意のない患者の親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると、はい、これが判例の処理の仕方なのでこれがまさしく部分的犯罪共同説の処理ということになりますあのこの答案は行為共同説でさ えー、行為を共同すれば足りるから、犯罪を共同する必要がないので、行為を共同すれば足りるから、ね。えー、だから、おのおの、行は、えー、保護責任者遺棄罪の共同制犯で、それと、兵は殺人罪の共同制犯で、異なる構成要件間でも共同制犯関係が肯定できるんだっていうことを言っちゃってる。そういう考え方が、この行為共同説で。しかし、判例はそういう考え方をとってないからね。あくまでも、 えまあこれもさっと見とくだけそんなに、ここはそんな重要じゃないので、この問題においてはね、さっと見とくだけでいいですよ、共同性犯関係を肯定するためには、あくまでも特定の犯罪を共同する必要があると、罪名一致しなきゃいけないんです、罪名従属性と、罪名一致しなきゃいけない、だから、こうと、殺意のあるこうと、殺意のないオツで、共同性犯関係が肯定できるのは、あくまで保護責任者遺棄致死罪の限度です。 保護責任者遺棄致死罪の共同正犯が、こにも、オツにも成立するんです。ところが、殺意のある、こう、は、殺意があるものだから、殺人罪が成立してるわけです。だから、こにとっては、ね、殺人罪の単独犯が成立し、それに、ね、保護責任者遺棄致死罪のオツとの共同正犯が吸収されてると。吸収されてるから表に出てこないと。そういうことになります。 あくまでも両者が共同戦犯関係になっているのは保護責任者遺棄致死罪の限度です。えー、罪名がこと、罪名が異なる場合には共同戦犯関係は肯定できないです。だから、えー、重なり合いがある保護責任者遺棄致死罪の限度まで共同戦犯関係になっていると。だから、オツは保護責任者遺棄致死罪の公との共同戦犯だし、公も保護責任者遺棄致死罪のオツとの共同戦犯。 ところが、こうは殺意があるから、単独犯で殺人罪が成立してます。なのそこに、ね、オツとの共同戦犯のこの保護責任者遺棄致死罪は吸収されてしまって、表に出てこない。こうには殺人罪が、だけが成立しているように見える。という説明になるのね。これが部分的犯罪共同説。だから、一言で書くとさっきの判例の言い方ですよ。ね、殺意のないものとの間では、保護責任者遺棄致死罪の限度で共同戦犯になると。こういうふうに書けばいい。 ってことね じゃ次の問題にいきましょうえっと第3問は第4問第4問は何か一行、えー、実質 えー、一論点みたいなね問題ですのでこれはもうサクッと終わらますこれは、えっと、こういう問題は C でいいです C ランク、えー、殺そうとして日本刀で切りつけたんだけど、えー、血友病であったため出血が止まらなくて死亡したってまあよくある典型的な,あのなんかね、えー、論点勉強するためによく出てくるような話ですね でなんか答案例がこれは2つついていて危険の現実仮説と,、えー、と相当因果関係説のとりわけこれは折衷説あ中説か中説で解説しているバージョンが2つ出てくるけどまあこれはねなんていうか論点の勉強でしかないのでここで解説する意味がそんなにあるかなっていう、えー、感じもしますのでこれは要復習っていうことでいいかな。 うん、あんまりこう論文問題をこう事案を分析するみたいな、ね、読んどいていただいて論点を勉強していただければそれでおしまいみたいなそういう問題なんでね一、まあ、つ目の方が危険の現実仮説なんですねでその次のページが相当因果関係説、まあちょっと見とく えっと、危険な現実仮説の場合は、あの、判断規定というか、判断、判断基礎事情を限定するっていう発想を取りませんから、えー、そこにある全事情、全ての事情が判断の基礎、危険、危険性判断の基礎になります。 だから、えー、後遺者が認識していたかとか一般人にとって認識し得るかとかそれ関係ないわけですねその認識可能性だとか認識によって、ね、基礎事情から事情を外すっていう発想は取りませんでところが相当因果関係説っていうのは今まさに言ったそういう発想で一般人が認識し得ない事情あるいは、ね、後遺者が認識していなかった事情、ね 見えない事情っていうのはた、ね、とえその事情が客観的にはあったとしてもそブラインドかけるって、ね、見ないことにするとその事情はなかったものとして判断するとでそういう発想ですでまさにこういう行為時の特殊事情がね問題となる事案っていうのは、えー、本文とかがまさにそうなんですけれども、えー、通常であれば2週間で治る程度の傷を負わせる行為なんだよね 通常であれば、えー、だから、えー、通常であればその殺人の実行行為と言えるような危険のある行為ではないんだけれども、えー、ところが血、相手が血友病だったと、血が止まらなくなる、ねえー、状態だったと、えー、その事情を追加して判断すると、それはちょっとでも傷つけて出血させたら死んじゃう危険があるから、危険性判断が全然変わってくるということになるんだよね。 だから、あの、何でもない普通の人をちょっと切りつける行為なのか、血友病の人を切りつける行為なのか、で、危険性判断が全然変わってきて、なんか問題の所在は、まさに血友病のっていう事情を盛り込んで判断するかどうかと。で相当因果関係説は、ある一定の条件を満たす場合は、その事情を取り除いて判断しますよと。ブラインドかけます。見てみないふりしますと。そういう発想です。え危険の現実化説はそういう発想は取らないと。 そこにある全ての事情を考慮します。っていうことで一応読んでおいていただければここはいいかなという気がしますので、えー、実際この一個の論点を論じてるだけだからね、あんまりそれ以上話をするところではないかな。で、あの判例はあの少なくともね、えー、その相当因果関係説みたいにある事情がね、 客観的に存在する事情が、認識、一般人の認識可能性とかによって、なかったことになるっていう発想は取れないから、実際の事件でだって証拠で上がってきて、認定された事実を、なかったものとして扱いますって、そういう判断はできないでしょだから、やっぱ相当意外関係説の発想っていうのは、えっ、ー、と、実務に馴染みづらいです、やっぱり。実務的な判断と乖離してる部分がありますね。っていうことは指摘しておきましょう。 はい。まあ、これぐらいにして、まあ、C ランクなので、次行きます。5番。で、これがまたね、ええー、と、これがまた A ランクですね。 えとこの問題は平成25年の司法試験の問題をアレンジして作った問題です。えー、ちょっと見てみようか暴力団の末端組員である公が組長である A からあそうだこれこの前の私の。 ガイダンスに来た方っていますあ何人かいますかね、えっと、思いっきりそこで解説しましたね、これ。えー、なので、なんか、えー、とその、えー、とガイダンスがもし見れれば、そこで、えー、より詳細な解説はそこでやってます。えー、と確か、ックの,のホームページには上がってるんじゃなかったかな、あのガイダンスが。まあ、あのそれもちょっとあの参考にしながら、皆さんも機会があれば見ておいていただければと。 より詳細な分析をあ、あの、あそこでは1時間使う、丸々使ってやりましたので。で、えー、まあ、いいや。とりあえず見てい行きましょう。えー、暴力団の、末端組員である甲は、組長である A から、えー、この車を廃車にしようと思うが、手続きは面倒だから、お前と何度か行ったことから採石場に行って、ガソリン巻いてくれ、と。ね、燃やしてくれ、と指示されたと。で、孔は、組長である A の指示であることから引き受けた、と。 で、夜になると、こうは一人で、え A 社を運転し、採石場に向かったと。ところが、トランク内から、助けてくれ、出してくれ、という声が聞こえたと。えー、トランクを開けてみると、トランク内には暴力団の幹部組員である V が、手足をロープで縛られて横たわっていた。こうは、この時点で A が自分に事情を告げずに A 社を燃やすように仕向けて V を焼き殺すつもりだったんだ、と気づいたと。あの、実際の司法試験ではこれだからね、ね、えー、この A の在籍。 この問題で言うと、この A、組長の A の在籍、こっちも問題になりますけどね、関節戦犯で殺そうとしたら途中でね気づいちゃったっていうね。 で、ただ、あの、本問は A の在籍が聞かれて、孔の在籍しか聞かれてないので、そこはまあ、あんま考えずに先に進むと。孔は V を殺害することに躊躇したが、孔自身、日頃 V からいじめを受けて恨みを抱いていたってことで、あこのままトランク内に閉じ込めたまま A 社を燃やして焼き殺してしまおうってことを決意した。孔 <laughs> は、A、V が声を出さないように V の口を車内にあったガムテープで塞いだ上で再び えー、運転して採石場に向かった。えっ、ー、と、まあね、主観面で殺すことを決意はいいんですけれども、で、えー、口の、えー、口をガムテープで塞いだ上で採石場に向かったって、この行為がまずあるわけですよね。で殺すことを決意してこの行為。ただ、えー、この行為によって死亡するとは思ってなかった。ここね。この主観面の事情。 鼻を塞いだわけではないので、これによって死亡するとは思ってなかった。あくまでも採石場に運んだ上で焼き殺すことを決意してますので、ね、焼死させるという認識でもって、その一個前の、手前の行為です、ね、口を塞いで車を運転するっていう行為。まあ、第一行為、第二行為ですけれども。 えー、口を塞いで車を運転するという第一行為。そしてその後ろ、その後に焼き殺すという第二行為が控えていたと。そういう事案ですね。そういう計画だったと。でところが、こうはその後、山中の悪路を約1時間走行してトランク内の位に気づいた時点から距離にして 20km 離れた採石場に到着したが、位はその間に走行による車酔いによるオートでガムテープで口を塞がれていた,ため、土砂物が気管を塞ぎ、 採石場に到着する前に死亡したということですねだから、えー、焼き殺すまでもなくその前に死んじゃってたと、えー、いわゆる早すぎる構成要件実現というやつですね早すぎた構成要件の実現はいで、えー、そこで皆さんに見てもらう判例はえっ、ー、とまあね、えー、これも有名な判例で皆さんよく勉強している判例でいわゆるクロロホルム ですよね。でクロロフォルム事件がね、ちょっとこの判例集変な場所に収録されてて、実行行為の箇所にはないんだよね。えっ、ー、と二十三ページかな。で、えー。 すごいズームしてみますけど23ページクロロホルム事件、えー、クロロホルムを吸引させて失神させた被害者を自動車ごと海中に転落させて歴史しようとした場合まあだからクロロホルム吸引行為っていうのが第一行為で海中に転落させて水死させ歴史させるっていうね転落させるのが第二行為ですね クロロホルムが第一行為の海中に転落させるが第二行為と。はい、この場合においてクロロホルムを吸引させて失神させる行為が自動車ごと海中に転落させる行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であり。 失神させることに成功すればそれ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が損しなかったこれ半紙1個省略されてるなあともう一つは時間的場所的な接着性ですねそこも認定してるからそこを省略しちゃダメですねこのテキストいいえと第一行為 が、第二行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であるっていうのが一つ目。必要不可欠である。でももう一つは、第一行為に成功すると、それ以降の計画を遂行する上で障害となるような特段の事情はなかったっていうのが二つ目の要素。で、三つ目は、第一行為と第二行為の時間的な場所的な接着性。はい。こういう要素を判断して、 クロロホルムを吸引させて被害者を失神させた上、自動車を転落させるという、この第一行為プラス第二行為は一連の殺人行為だと。一連の実行行為だと。いう認定をしたんですよ。一連の実行行為。だから、ね。え、第一行為プラス第二行為で一連一体の実行行為だから、だから第一行為を開始した時点で殺人の実行の着手があると。 そういうことを言った判例ですねところが えま、詳しくは前回、前回っていうか、えっと、その、えープレ講義で、ガイダンスで、この辺は詳しく説明しましたけれども、ところが、この事案って、よくよく考えてみると、クロロホルムを吸引させる行為、それ自体が人を死亡させる危険が相当高い行為なんですよ。これ、ま、ここに反信用されてないけど、あの、判決の中できちんと認定されてます。 クロロホルムを吸引させる行為自体が極めて人の死亡結果をね、もたらす危険性が相当高い行為だったと。えー、だから、ね、第一行為プラス第二行為で一連の実行行為なんて言わなくても、第一行為だけでもうそれ相当危険のた、危険性が高い行為なんだから、第一行為だけで実行行為だっていうふうに言えるんですよね。 実行行為っていうのは人の死亡結果を引き起こす具体的な現実的な危険性を有する行為なわけでしょでクロロホルム嗅がせると人死ぬ可能性が非常に高いということであればクロロホルムを嗅がせる行為そのもので第一行為それ自体で実行行為って本当は言えるんですじゃあなんでこの事案は、ね、その第一行為とその後の海中に投棄する行為と、ね、なんでこの2つの行為のこう一連一体性みたいなことを検討したんだろうかと というところが問題の所在なんだけど、この半紙の引用だとそこがごっそり抜けてて、なんだこの判例はよくわかんないなで終わっちゃうよね。これだけ読むとね。その辺を読んどくのがポイントなんですよ。この判例は。で、クロロホルムをね、あの、種を沸かすと、クロロホルムの事案は、確かに、クロロホルムを吸引させる行為自体は極めて危険な行為だから、それだけで実行行為って別に認定できたと思います。ところが、 クロロホルムを嗅がせた時に死亡していたのか、その後懐中陶器で溺水したのか、どっちが原因、どっちが死因だったんだっていうことが特定できなかったんです。クロロホルムの事案は。そこに特殊性があるんですよ。仮に第一行為、クロロホルム吸引行為が実行行為だと、第一行為単体で実行行為だと認定したとしても、結局結果との因果関係が証明できないんですね。そこで死んだっていう証明ができない。 クロロホルム吸引行為によって死んでた可能性はあるけど、そうじゃなくてその後海中に落とされて、海中で溺水したっていう可能性もあって、どっちか証明できなかった。特定できなかった。そこに特殊性があるんですよ。ええー。まあ、板書をまた出しますけど。クロロホルムの累計はこういう累計でした。まあこれ累計2って2の方、えっ、ー、と、1があるんだけどね。1はこの次に出しますので。 2の方から先に説明します。2の方がクロロホルムで、ね、これはすなわち、行為丸一自体に高度の危険性があったとしても、ね、その行為丸一と行為丸二のどっちから結果が発生したのかがわからない。そういう事案です。でこの時に、ね、死亡結果を軌跡させるためには、それは行為一と行為二が一連一体の実行行為だという必要があったわけです。 行為1と行為2が一連一体の実行行為だと言えればねそれはどっちから結果が発生した場合であろうと結果を奇跡することが可能になるから1個の一連一体の実行行為だから行為一プラス行為二をやって死亡させたっていう形で実行行為と結果と因果関係がバッチリとえつながるとね死亡結果の奇跡が可能になるとだから殺人・起水罪に該当するということが言える。 客観的に殺人、起水に該当するという結論を導くことができる。いいですね。だから、クロロホルムの事案って、ここに特殊性があるからさ、この一連の実行行為の判断要素は3つね、さっき言ったけど、必要不可欠性、特段の障害の有無、時間的場所的な近接性、接着性。で、行為丸一と行為丸二が、え、ー 一連の実行行為だということによって結果の軌跡を可能としたというのがクロロフォルムでしただ仮に第一行為で死亡結果が発生した、まあ、クロロホルムを吸引させた時点でもう死亡してたんだということが証明できたのであれば、ね、少なくとも実行の着手の認定あるいは客観面の実行行為の認定はそんな難しくなかったはずなんですよ。 クロロホルム吸引行為が実行行為で死亡結果発生して因果関係もありとなればね。客観面はあまり問題にならなかったはずなんです。で、問題になるとしたらもっぱら主観面、行為の認定が問題となる。ね、えー、それは行為者が第一行為によって死亡させるっていうふうには認識してなかったから。えー、行為者、行為者の殺害計画はあくまで第二行為によって、えー 殺害さ、殺害するというもので、ちょっとさっきのところか。え、だからこれ、あの、テキストだとさ、判例集だと、恋のところに載ってるんだよね、これがね。ここか。えっと、さっきの、えっと、判例集23ページ戻りますけど。犯人の認識と異なり、海中に転落させる前の時点で、クロロホルムを吸引させる行為によって死亡していたとしても、恋に欠けるところはない。だからこれ、恋の問題。 そして一応、この判例集の中で位置づけられているんですけど <laughs> さっきも言ったけど客観面がね第一行為によって死亡したという死因が特定できているのであればねもっぱら故意の問題で客観面の認定はあんまり問題にならなかったはずなんですよ。ところがさっきも言ったようにえとこのクロロホルムの事案は故意の問題に行く前に客観面で 死亡結果を蓄できるのかというところがまず問題になっちゃって因果関係が不明だったからそこでこの一連の実行行為論が出てきたとそれに対して本問はどうですかもう一度問題戻る死因が特定されてるよね、えー、蒸気走行による車酔いによる嘔吐でまあ その土砂物が気管不債で窒息死ということで、因果関係ははっきりしてるわけですよね、本問はね。第一行為によって死んだんですよ。第二行為に現実に及んだかどうかはさ、問題文に書いてないけど、実際の司法試験では第二行為に及んでましたから、そのまま燃やしたと、そういう事案でした、車を。ここ本問では燃やしたってところまでも書いてないけど、第二行為を実際にやったかやってないか書いてないですけど、いずれにしろ第一行為でもうすでに死んでた、そこが特定されてます。 その事案では実はだからクロロホルムとは問題の所在が異なるということなんですね。それが累計1。えっ、ー、と、ちょっとこれフローチャート式になっているので順を追って見ていきますよ。まず、ね、えー、この 行為丸一から計画上の行為丸二がある行為丸二を計画していて、それの前段階の行為として行為丸一をやってる。こういう事案ですよね。今回も口を塞いで車に乗せて採石場まで運んで火をつけると。火をつけるっていう最終的な殺害行為に向けて前段階の行為をしていると。そういう事案です。で、本来実行の着手が認められるかどうかっていうのは、 当該行為単体で評価して実行行為性があるかどうかっていうところを見るのがまずは筋合いなわけだからね、口を塞いでトランクに詰め込んでえ車を走行させるってこの第一行為はこれ自体単体で見たら実行殺人の実行行為と評価できるのかっていうところをまず判断するわけです。で、さっきも言ったけどクロロホルムの場合はもうこれで OK なはずなんですよね。第一行為自体で高度の危険が肯定できるから 第一行為で高度の危険が丸になれば、それはもう第一行為自体が殺人の実行行為で何の問題もないわけですよ。因果関係が証明できればですよ。クロロホルムは因果関係が不明だったけど、これで因果関係証明できたら、そう、もう、あの、客観面はそれで終わりだから、ね。第一行為が実行行為。で、結果、因果関係、ばっちり。つって、あとはもう行為の問題だけ。主観面を問題にすればいいだけ。客観面は問題にならない。ところが、本問みたいな事案はここが問題なんだよね。 第一行為のみ単独で見ると、死亡結果を引き起こす高度の危険性までは肯定できない。罰、あるいは三角っていうね。ダメ押しが欲しいなっていう。それだけ見ると、確かに死ぬ危険がないとは言えないけど、 そこまで具体的な高度の危険は発生してないな。本問で言うと、ガムテープで口を塞いでるけど、まさしく鼻は塞いでないから、鼻を塞いでないってことは、直接的に窒息死させる危険のある行為ではないんだよね、やっぱり。第一行為は。そうすると、第一行為単体としての評価は、殺人の実行行為ではなくて、殺人の準備行為。 すなわち殺人予備罪にとどまってしまうんじゃない第一行為単体としての評価はね予備なんじゃない予備行為に過ぎないんじゃないかとここに問題の所在がありますそこでいいかなフローチャート予備行為に過ぎないんじゃないのかなっていう時に第2段階ステージ2としてじゃあ 第一行為と第二行為を一連一体で危険性判断してみようかと。第一行為と第二行為が密接関連している、あるいは接着していると言えればね、それはね、極めて危険な第二行為がすぐ後ろに控えていて、第一行為に着手したということであれば、 それは第一行為単体で見たらそんなに危険じゃないかもしれないけどめちゃくちゃ危険な行為がすぐ後ろに控えてて極めて密接的な関係にあるわけだからそれはやっぱりもう第一行為開始した時点から危険性が高かったと評価できるぞとそこで出てくるんですよこの一体性と一連一体性 第一行為単体としての危険性評価だと、高度の危険性までは肯定できなかった場合に、すぐ後ろに控えている第二行為との一連一体性を判断することによって、第一行為の時点ですでに危険,危険が発生していたってことを認定すると。そういう手法ですね、これ。 だから、第一行為と第二行為が密接関連する一連一体の行為だと言えると、これは第一行為の時点で実行の着手があるぞ、と。未遂罪が肯定できるぞ、と。第一行為着手した時点で。っていう話になるし、いや、これ密接関連してないと。やっぱり第二行為は計画上はあったんだけど、非常に計画上も離れたところにあって、第一行為に着手したらすぐ第二行為に移行するみたいな話じゃなかったな、と。 そういう意味で密接性と接着性が弱いなっていう話になればやっぱり第一行為単体は予備罪でしかないなっていう話に戻っていくとこういう関係にありますそこで第一行為と第二行為がどれだけ強い関連性があった結びつきがあったかを検討するメルクマールがさっきのこの3要素必要不可欠性特段の障害と時間的場所的な近接性 だから、えっと、判例がね、この、えっと、一連の実行行為論って言いますけど、一連の実行行為の3つの要素で、行為丸一と行為丸二が一連一体の実行行為かを判断すると。そういう議論を展開するときには、実は問題の所在が2つ違う問題の所在がね、あり得て、クロロホルムのタイプの問題の所在は、あれは因果関係が不明だったと。因果関係が特定できなかったというところに事案の特殊性がありました。そして、本文のようなタイプは、 第一行為、それ単体で評価すると、それ単体、それ自体では危険性が必ずしも肯定できないっていうところに問題の所在がありました。二つの類型に整理して、この判例を理解しておくといいと思います。そうすると、当案にそのね、判例の射程に対する理解が現れる。 まあ、これ実際司法試験のさ、問題だからさ、ここで解説する内容も、あの、最終的な司法試験レベルの内容の解説にならざるを得なくて、これは難しいですよ、この問題は。だって実際司法試験の問題だからね。はい。このレベルまで最終的に到達したら、司法試験合格です。最終目標地点がこういう話です。はい。じゃあ、当案見てみましょう。 本文では、甲は部位を採石場まで運んで車ごと燃やして殺害する意図のもとで口を塞いでトランクに閉じ込めて A 車を走らせるという準備行為を行っていると。部位はガムテープで口を塞がれたため塗装物が気管を塞いでさえで死亡しているともうちょっとズームしますか。よいしょ で、えっ、ー、と、本問では確かに第二行為に及んだっていう事案、あの事実が書いてないから、もう第一行為だけで判断するしかないんだけどさ、要するに第一行為を実行行為とするしかないんですけど、そうすると、この口を塞いで、えー、車に乗せて、え運んだっていう行為が殺人の実行行為と言えるのか、っていうことが問われるわけですね。で、実行行為とは、えぇ、ー、構成予定、予定する法益侵害の直接的、現実的危険性を有する行為だと。ね、これ,これ実行行為の定義を書いてます。 ところが、本文でこうは部位の口をガムテープで塞いだが、鼻を塞いだわけではないから、口を塞ぐだけでは、死の結果の現実的危険性が生じるとは言えない。ここが問題の所在ですね。だから、第一行為単体で危険性を評価すると、予備にとどまっちゃうんじゃないのと。はい。 ここに問題の所在があって、この指摘が不可欠です。本文ではね。問題の所在というふうに書いておきます。だから先ほどの、えー、板書で示した累計一の事案ってことです。 そこで、第一行為単体だと危険性が必ずしも高くないから、その後に控えていた計画上の第二行為との関連性を検討してみようと。そっちの観点から攻めてみようということになるわけですよね。で、特定の犯罪を実現するための準備行為であっても、丸1、かかる準備行為が当該犯罪を確実かつ容易に遂行するために必要不可欠。丸2、 え準備行為のあと、当該犯罪を遂行するで障害となるような特段の事情がない、丸3、時間的場所的近接性、これだから判例の一連の実行行為論、丸一丸二丸三の規範を展開してますね。そうすると、第一行為、第二行為は密接関連する行為と言えるから、第一行為の時点で実行に着手したと言えると。第一行為で実行行為性が肯定できるということになります。 まあね、えっ、ー、と、言葉の使い方として、言葉の使い方として、えっ、ー、と、準備行為っていう言葉はあんま使わない方がいいかもしれない。準備行為っていうとそれ自体でもう実行行為じゃないっていうニュアンスになるから。準備行為っていうのは実行行為の前段階の行為で、えー、いわゆる予備、予備だね、予備罪。えー、予備罪に当たる行為のことを準備行為って、そういう言葉の使い方をするのが通常なので、 えー、だから第一行為、第二行為とかっていう言い方の方がいいと思うけどね。あるいは、えっとえー、殺害行為を行う前段階の行為とか前提行為とかそういう表現もあり得るかなとは思うけど。準備行為って言っちゃうと実行行為ではないというニュアンスが出ちゃうからさ。ところがこれ実行行為性を肯定するっていう結論になるはずなので。 まあいいです。ただそれは言葉の使い方の問題のだけであって、問題の所在はよく指摘できています。じゃあ当てはめみてください。はい、本問では部位は運転席にいる子に聞こえるほどの大声で叫んでおり、そのままでは途中で誰かに気づかれて通報等により救助されかねない。そこで口を塞ぎ、車から出られないようにトランクに閉じ込めたままにするという準備行為を行えば、声を出して助けを求めることもできなくなり、 確実に焼き殺すことができるとでそして、えー、再びトランクの中に入れることでトランクの中からはトランクを開けることができないので自力で脱出することは著しく困難、えーとね、この辺のだから事実に対する評価の視点ですよね声を出して助けを求めることもできなくなるよと。 自力で脱出することは著しく困難になるこういう自分なりの事実の見方を記載するのが点を取るコツですねそうすると必要不可欠の前提行為となってたと言えるよと。 また、V の口を塞ぐことに成功した場合、採石場に至るまで、他社に V が A 社のトランクに閉じ込められていると気づかれることは考えられず、人里を離れた山中にあるから、夜間人気がいない場所であった上、ガソリンも用意されてたんだから、特段の障害はなかったと。まあ、他社に気づかれることは考えられないとか、この辺も自分の見方を入れてるよね。 そして V の口をガムテープで塞いだ時点から V イ焼き殺すつもりであった採石場までは車で1時間距離にして2 0キロ至近距離とは言えないけどさすがにとこの辺も見方を入れてるわけですよ車で移動していることも考慮すれば時間的場所的に近接しているこれね結局さやっぱり2 0キロ離れてるから近いって言っちゃうのはあんまりよろしくないと思うね 1>, え1キロとか2キロとかそれぐらいのレベルの話であればさ、近いって言っていいけど、20キロ離れてると、まあまあ遠いので、20キロメートル、20キロメートルしか離れてないから近いですって、そういう評価の仕方をするのはあんまりどうかなっていう気がします。だから、すごい近いとは言えないんだけど、ね、ところが、ここで言いたいのはずっと車で移動してるってことは、被害者と加害者の距離はずっと変わらずに同じシチュエーションでずっと移動してるから、 あの要は開始地点と終了地点が離れているっていうこと、このこと自体はそんな意味がないでしょっていうことで、そこを重視すべきじゃないでしょうと、ずっと車の中にいて、同じシチュエーションが引き続いてるんだから、移動距離が20キロあるっていうこと自体は、そんなに重視すべき事情じゃないでしょうと、だからそれで近接性が否定されるってことにはならんぞと、そういうニュアンスが言いたいんでしょうね。 だから、以上より、口を塞いでトランクに閉じ込め、走らせた時点で、実行の着手なんだよと。だから、殺人の実行行為が認められるよと。でそして、死亡結果が発生して、因果関係もあるよと。で、最後、為についてですね。えー、ところが、ね、え第一行為が殺人の実行行為に当たると。それによって結果が発生したと い,うことはいいんだけど、えー、と主観面がの問題が残ってるよね、えー、と第一行為によって殺害するとは思ってなかったと死亡結果が発生するとは思ってなかったと、えー、本文で、ね「うは口をガムテープで塞ぎ A を走らせる行為によって V が死亡するとは思っておらず殺人の行為が認められないとも思える」 うん。このしかし以下がちょっと趣旨不明なので、ここはカッコに入れちゃうか。あのね、さっきも言ったけど、恋は認められるっていう結論を書いちゃったら、これおしまいだから、もう結論だから、<laughs> 認められる、最も認められないかもしれないみたいな、そういうふうにつなぎ方をしないでください。それ非常に論理性がない文章に見えるので。 認められると言ったらそれはもう結論ですからね。もう認められるっていう言葉じ、この結論をも最後に書くようにしてくださいね。そういう、それよくわかんない感じの文章になっちゃうんですよ。だからこ、あっち行ったりこっち行ったりっていう書き方をしようとするとね。ちょっとここカッコに入れて、その後つ、もっともから繋げちゃっていいです。もっとも、こうは V を、 えー、採石場で焼き殺す計画だったね。こが予定した因果経過と異なる経まあここに問題の所在があるわけね。えー、要は、焼き殺すっていう因果経過で、ね、消死するっていう,こう、こういう経緯でもって死亡するって認識してたのに、客観的にはその前段階の口を塞ぐっていう行為で死亡しちゃったから、因果経過が認識していた因果経過と違う経過で死亡に行っちゃったと。ね。いうことです。ここに、えー、因果関係の錯誤があるんじゃないかということね。 はい。そして、責任行為、ごめんなさい、行為責任か。行為責任の本質は、えー、規範に直面して反対動機を形成することが可能であるにもかかわらず、あえて行為に出たものに対する道義的非難。まあね、行為責任の本質論を展開するっていう人が多いので、まあ、一応ね、間違いではないんだけど、判例は、この、構成要件該当事実の認識レベルの錯誤論では、あの、行為責任の本質論は展開しません。 でまあ、いつかこれはまた、昨語論あの、きちんとあの勉強するときが来たら、そのときに話をしますけれども、まあ、間違いではないから一応書いていいですけれども、間違いとまでは言えないから、適切とも言えない気がしますけれどもね、まあ、みんな普通書くので書いていいです。で、えー、要件の部分はここですね、要件というか規範の部分、認識した事実と、えー、実現した事実とが、構成要件的評価として一致する限度で、えー、実現事実について、行為があると、いわゆる法定的不合説。 行為者が想定していた因果経過と、現実に発生した因果経過が食い違っていたとしても、どちらも法的因果関係の範囲内であれば、その食い違いは重要でなる行為は阻却されないと。はい。だから認識していた事実も殺人罪に該当する事実であれば行為があると。極めて簡単に言うとそういうことです。だからよく言われるのが、客観面で、 例えば、客観面、主観面。主観的には Y を殺すつもりだったと。しかし、客観的には弾が X に当たって X を死亡させてしまったと。こういう具体的事実の錯誤ね。で、これ、いずれも人を殺す事実でしょ主観面の事実も客観面の事実も、いずれも殺人罪に該当する事実でしょ同一の 公正要件に該当する事実を認識している以上は殺人罪の行為があると言えるんだよと。これが法定的不合説です。だから同じ話でさ、客観面、主観面。主観的には、こうはね、え、ー X を殺害しようとしてたんだけど主観的には A という因果経過で死亡すると認識していたとところが客観的には X を殺害するときに B という因果経過をたどってしまいましたと主観面の事実も客観面の事実もいずれも殺人罪の構成要件に該当する事実であれば故意が認められるよと 同じ話です。だから、こうが認識した事実は殺人罪に該当,該当する事実なのかを検討すればいいと。で、ねえー、焼き殺すっていう事実を認識してるんだから、当然殺人罪の因果関係が認められる事実関係を認識してるわけだよね。焼き殺すですから。焼けば死にますから。はい。だから殺人罪に該当する事実関係を認識している以上は、故意があるよということですね。 ここだな公が想定していた因果経過は殺人罪の構成要件に該当するとここが重要なポイントということですね。 でえー、5第5問はそれなりに重たかったけど第6問はそうでもないから、えー、ともう少し先進みましょうねはい6問えっ、ー、と6問は B ランクにしておきます で、えー、主観面の事情に注目しながら、A に対して殺意を抱くに至った。そこで、えー、あらかじめ用意していた出バ包丁で A の腹部を一回突き刺した。これはこうの行為だな。こえー、殺意を抱くだから殺人、えー、殺害の行為があると。殺意があると。で、さらに、えっ、ー、と、真ん中ぐらい。A が死んでしまった方が良いと考えた。これ、ここで任用が出てきますから、これ殺意があるわけね。 A をその,まま放置その場所に放置したまま外に出ていきます。これはオツの行為いずれも殺人の検討を促しているなということは分かるとじゃあ見てみましょう回答例 えとまず住居侵入罪、えっと、住居侵入罪さ、なんでですかね、なんでここで平穏侵害説にいきなりくら替えするのかな、ねえー、平穏を侵害する行為であるから侵入に当たるというのは、これは学説ですからね、えーと、判例は意思侵害説、意思侵害説というかね、えー、管理権、保護法益は管理権だということで、管理権者の意思に反する立ち入りだから、住居侵入に当たるというふうに書くんですよ。 なぜ平穏心外説を採用しているのか、ちょっとよくわかんないけど、1行とか2行でまとめたいんだったら余計に判例に歯向かう必要は別にないはずなんですけど。はい。で、えー、次に、こうは腹部を包丁で突き刺しており、殺意もあるので殺人の実行の着手か。だからこれもやっぱり、本当は実行行為性を検討してくださいっていうのがさっきの話。ね、3つありましたね。検討、実行行為性、殺人の実行行為性の3つのメルクマール。 狂気の性質総称の V 書いとこうかさっき書かなかったから狂気の性質総称の V あるいは程度総称の V 程度 3つ目が攻撃の対応対応と、まあ、こういう事情に着目して危険性判断はい包丁使ってますめちゃめちゃ殺傷力ありますね包丁は腹部です大量に出血します致命傷を負わせられるような場所です創傷、ね、の部位そして対応一つですからね一つ 完全にもう、あの、一番攻撃力が強い攻撃方法です、一つ。だから、ピッて切りつけるのと、一つするのでは全然危険性違いますから、ねえー、切りつけ行為なのか、一つ行為なのかで全然変わってきます、この辺は。はい。だから、実行行為性があるということで、そこはちゃんと認定してください。えー、ただ、救助されてるから、殺人未遂だと。結果が発生してないと。 でもとも本件では突き刺した後大変なことをしてしまったというふうに介護して、えー、止血しながら119番通報だから中止未遂にならないかっていう検討ですね。で、これはだから中止未遂の検討をしているので、あとは皆さんの中止未遂、あの中止班のね、要件の理解をあの出していけばそれでいいっていうことか。あんまり難しい話じゃなさそうね。はい。で、見てみようか。 えっと、まずは、えぇ、ー、カ番。本件においては、マルチマルには問題。マルチマルにって何えー、実行の着手、結果不発生。うん、まあいいや。それは当然、前提ですね。で、えー、しかし、43条正し書きが、営の必要的減免を認めるのは、ここね、責任非難を減少させ、責任減少説ですね。責任減少説。営の減免根拠。 責任減少説。そうすると、たとえ結果発不発生に寄与しなかった、真摯な努力があれば、結果発生を防止する真摯な努力があれば、結果不発生に寄与しなかった場合でも後遺者に対する責任非難は減少し、注射の成立を認める。はい、で次に、事故の意思により、任意性ですね、任意性の要件ですけど、これは えー、外部的障害がないのに、事故の行為、えー、ごめんなさい、事故の意思によって、えー、中止行為をすること。まあ、いわゆるフランクの公式ですね。欲したとしてもできなかった。できたとしても欲しなかった。欲したとしてもできなかったんであれば、障害未遂で43条本部。できたとしても欲しなかったのであれば、43条正し書きの中止未遂と。まあ、いわゆる主観説。 まあこれ皆さんのもう教科書とか基本書をあの復習してくださいというだけなのでえ簡単に済ませますけどね、<laughs> 主観説。はい、で今回は後悔の念からやってるんだから当然、陰性はあるだろうということでいいでしょう。えー、で最後、中止したと言えるか、中止行為ですね。 本件においては、死の結果発生の危険性が十分に認められる、死殺行為が終了している。実行行為終了後であるから、結果発生防止のための積極的な措置が必要になるぞ、と。まあ、実行を行為が終わる前だったら、その後の実行行為をやめれば中止なんだけど、実行行為が終わった後は、もうね、やめるって話じゃないわけです。もうやっちゃった後だから。そうすると、結果発生を防止するために、ね、積極的な措置までやんないと中止行為とは言わんよ。 という話になるわけだで見てみると、確かに自ら中止行為をせずに他人任せにした場合はあ中止行為の申請が認められないのが原則だがしかし本件においては、こうはタオルで止血し、えー、自ら、えー、携帯電話を使って119番を試みたと、えー、そうすると中止行為を認めてあげる方向なんですかね。 え、中止行為の新視性は肯定できるということで、結論どっちでもいいですけどね。え、ここはまあ読んどいてください。で、中止未遂を肯定してますと。はい。で、最後、オツの在籍はまたしつこいね。また不作為だ。最後のまとめも今日は不作為でした。 えーオ,ツえー、オツは、こうに出バ包丁で突き刺された絵を見て死んでしまった方がよいと考え絵をその場に放置したままそこに、えー、放置した行為の実行行為制です、まあえー、実行行為の要件は不作為、不審請不作為の殺人犯の実行行為の要件で、まあ、先ほどと同じなので、あと当てはめだけ見ますよ。えー、かっこまず、オツは絵の同居人であり、条理に基づく作為、分かんないね、これじゃね。 これこれいい加減なこと書いちゃだめですよ、こういう、同居人だから、条理に基づいて作為義務があります、これ、法律の答案でも何でもない、こんなの、感想ですよ、これ、ね、それが条理でしょう、みたいなね、同居人であることからどういう義務が発生するんですか、それがなぜ同居人であることから発生するんですか、そこを書かなければ法律の答案じゃないですからね、ね一緒に住んでるんだから、助けてあげるのが、それが条理ってもんでしょう、みたいな、その感情に訴えるような話してもしょうがないですからね、はい、ちょっとこれはやめてください。 同居人だから上理っていうのに、ね。さらに、119番通報をしようとしている孔を騙して、孔の通報を妨げる先行行為。これですね。まあ、こういう実質的な事情を出してくださいね。えー、先行行為によって危険の発生に寄与している。あるいは危険を拡大させていると。そういう事情があるでしょ。そして、これにより、オツは A を排他的支配か。まあ、ね、A を助けられるのはオツしかいない状況下に置いていると。ということですね。 こういう事情があると確かに作為義務が発生してくるぞ、と。えー、ところが <laughs>、ね、はい、これ、今日もう何度も言ってますけど、作為義務って書いちゃダメですよ。何をする義務なんですか。えー、まあ、ここでは、えー、治療をしないとふ、あのー、ね、もうもはや A は治療行為をしないと救命できないわけだから、やっぱり治療させる義務なんでしょうね。認定すべきはね。 だから病院で医師による治療を受けさせる義務。より具体的に言うと、この119番通報でいいわけですよね。119番通報して、ねえー、病院に搬送すると、ね。自らが助けるってことは不可能だから、自ら治療行為することはもう無理なので、119番通報して病院に連れて行くという、そういう義務ってことですね。 それをきちんと認定してください119番通報することによって病院まで A を連れて行き A に医師による治療を受けさせるそういう法的な作為義務があるんだと、はい、そして、乙、え、t、ー、が119番通報することは可能な状況であり容易だった、まあ、可能性、容易性ですね。 えー、従って同化地性が認められるはいいんだけど、やっぱり故意が書かないんだよね。うん。まあ、結果は発生してないから未遂だから結果不発生はいいけど、やっぱりこう未必の故意をなんで書かないのっていう。未必の殺意。これ絶対認定しなきゃダメだからね、不作為の場合は。 えと問題文中の A が死んでしまった方が良いと考えってもうこの事情絶対使わなきゃだめですだからこの主観面の事情は着目してるわけですからね。いということでまあちょっと最後急いだけどまあ6問かこんなもんですかね今日初回ですし。 はい。ということでした。じゃあ、えっ、ー、と、一応今日、だから不作違反が非常に多かったけど、あと因果関係の話とか、えー、早すぎた構成権の実現の話とか、えっ、ー、と、それなりに重要,の重要な論点出てきてますので、えー、今日、ここで学習したことをですね、ぜひ活かして復習でもう一度答案構成をきちんと完成させてみるという復習をぜひやってみてください。でその過程でね、えー、きちんと判例の、 問題の所在を抑えて、判例を理解するという学習を合わせて進めていけると効率が上がると思いますので。はい、ということで、1回目の講義はこれでおしまいにします。どうもお疲れ様でした